もしもーし。あ、もしもし。ういっす。お疲れっす。今、ワドのこと見てんだけど、はい。課税対象です。ふわっちポイントは。なんと言おうが。なんで課税対象じゃないと思うの？じゃあ、ワドは。例えば、ふわっちポイントが課税対象になってしまう場合ってあるじゃないですか。なってしまうじゃなくて、なんで非課税だって思うの？日本の税務上、そういう判例がないからですね。いや、判例がないじゃなくて、それは判例はこれからできるものだって、今までないものでも、はい、課税対象ですよって、国税局の人が言ってるし、ふわっちの運営も配信報酬として払うっていう形をみなしてんの、言ってんの、公言してんの。報酬と収入は違いますよ。だから報酬は収入なの、所得なの。あくまで、ふわっち側は報酬を払うでしょ、収入を払うとは言わないでしょ。報酬イコール収入なの。要するに、ふわっちから報酬を払いましたと、はい、我々はふわっちから収入を得てますと、所得なんですよ。所得、ふわっちポイントを付与しましたじゃないよね。日本の国って、お金日本の国が認めてんだよ、そうやって。僕、国税局のリンクとかを見てて、そのポイントに関しては、課金、要は、現金化をしたときに課税をするって書いてあるんですよ。いや、分かった、今 URL 貼ってあげる。さっき俺の放送でも貼ってるこの URL 見れば、はい、ふわっちの配信収入は、専業副業問わず所得である以上は確定申告の対象になるの。所得である以上って言ってるのよ。所得ですよ。所得っていうのは日本だから雑所得なの。もう、ふわっちのポイントは。ポイントが雑所得は多分ありえないですよ。ありえないんじゃなくてそうなの。ありえないじゃなくてそうなの。なんでありえないのじゃあ。国税局の、要は。国税局の人も課税対象ですって言ってるの。現金。違う、笑うんじゃなくて、はい。和道の場合は、はい。ね、楽観的なんだよ。いや、楽観的ではないですね。ふわっちポイントは非課税って誰が言ったの？国が言ったの？国税局が言ったの？ふわっちポイントが非課税なんじゃないんですよ。どこに書いてあるんですか？今ページ見てるんですけど。どこには書いたんですかっていうか、最初に書いたんじゃん。ふわっちでの配信収入。配信収入ってこれは、いかなるサイトの配信収入もって意味なの。はい。で、YouTube でもこの収入、配信収入の収入って現金を指すんですよ。違う。だから現金なんだって、ふわっちポイントは。現金なの。現金ではないですね。違う、ポイントって言い回しをふわっちが独自にしてるだけで、これは円なの。円ではないです。ポイントです。じゃあなんで円じゃないの？だって、もしこれが円だっていうのとイコールだったら、通貨発行権で、国家反逆罪で捕まります、ふわっちは。だから、電子マネー的なものなの、それは。例えば、じゃあ電子マネーでいうのはビットコインがあるじゃないですか。ビットコインだって、あれだよ、55% は課税対象だよ。それは、現金で利益が出た時の計算なんですよ。違う。だから、ビットコインは違うじゃん、あれは。あれは全然違うじゃん、このふわっちポイントは。ビットコインイコールふわっちポイントにはならないのよ。どういうことですか？ふわっちポイントってのは配信収入なの。扱いで。いや、そう、鮫島さんがそう思うのは OK なんですよ。ただ、そう思うのはじゃなくて、そういう見解が出てるんだって、もう。どこから出てるんですか？俺はだからそれを納得したの。どこから出てるんですか？どこから出てるって今出てんの。ふわっちも配信報酬を払ってるって。これはこのブログの人がそう言ってるだけであって。ブログの人が言ってんじゃなくて、ふわっちも言ってるの。ふわっちは言ってるのはソースはどこですか？だからソースはどこですかじゃなくて、ソースはもう、ふわっちは配信報酬を払ってると言ってるの。報酬を払ってるんだよ。ポイントを付与してんじゃないんだよ。ポイントを付与してるんですよ。違うの。配信報酬を支払ってるの。勝手な解釈はやめな、そうやって。いや、勝手な解釈じゃなくて、例えば、じゃあ、天城府をもらったとするじゃないですか。いや、天城府をもらってないから、その話やめて。いや、その話。天城府は金券だから課税対象。このふわっちポイントはお金だから課税対象なの。ポイントじゃないの。ポイントです。じゃあ、ポイントって言い回しをしてるだけなの。いや、違くて、円に。じゃあ、なんで Amazon ギフト券とか、iTunes カードに即時発行できるの？お金だから。いや、そうではないんですよ。ポイントサイトは1週間の営業日、ね、7日営業日みたいな、そういう儲けがあるの。ポイントだから。で、そのポイントを。ゲーム課金違うの？違うんですよ。鮫島さん、そのポイントに変えて、ポイントを使った時に課税。わどう。痛い目見るのは自分だからね。いや、僕は、いや、僕は全員、ちゃんとやってます。鮫島さん、あと。やってない、絶対やってない。なんでやってんの？いや、鮫島さんも、いや、ちょっと決めつけが多すぎるんだけど。いや、もうね、ずるいよ、それ。何がさ？決めつけじゃないんだって。鮫島さん、去年やったんですよね。去年だって俺、ふわっち稼いでないもん。いや、FC2 でポイントもらってるじゃないですか。去年 FC2 で稼いでません。いや、稼いでますよ。知ってますよ、僕ら。やったも何も遡ってできるから、自分で申告して。ってことは去年やってないんですよね。去年やってないから何？俺は来年やるもん。でもやってなくて、なんでそんな断定できるんですか？やってなくてじゃなくて、今の段階でそれが明るみになったから、俺は来年の申告で。いや、去年から別に変わってないですよ。税金が。いや、変わってないじゃないじゃん。おかしいじゃん、言ってること。俺は今の今まで理解できなくて、今理解できたから。いや、だからその理解が間違ってるって話なんですよ。じゃあ、聞いて。はい。脱税じゃない。俺は申告するから。ごめんなさい、去年は分かんなかったですと。はい。でも、これだけの収入があったので、はい。これも当然課税対象ですってね、申告すれば問題ないから。はい。俺はするもん。ちゃんと。ましてや、大して金額儲けてないから、俺。いや、儲けてないからやらなくていいっていう論理ではないですよ。いや、やるっつってんの。だから払えるって言ってんの。はいはいはい。全然。でも、和道が例えば今年ね、600万儲けたと。はい。で、560万、基礎控除が38万だから、40万を引いて、560万に対して課税対象になるの。いや、ならないですよ。なるの？ならないですよ。だから、それがまず、いや、普通に、税金払う。だから俺のもならないよね。おかしくない言ってる意味。何を言ってるんですか？だったら俺が去年 FC2 で儲けようが、今年ふわっちで儲けようがならないよ、ね。ちょっと、鮫島さん、もう一回電話かけ直してもいいですか？ちょっと。もう一回かけ直して。ダメ。なんで？ちょっとコーヒー買いに行きたいです。買ってくりゃいいじゃん。今行ってきます。いいよ、行ってきなよ。はい。でも、鮫島さん、税金に関しては間違ってますよ。間違ってないって、間違いなく俺が正しいから。いや、正しくないです。正しくないです。税金って0か100だから。現金化した時点じゃないの。現金化できる時点でなの。ひなちゃん。なんで現金化した時点でなの？誰がそれを決めたの？誰が取り決め決めたの？誰が言ったの？国税局の人が言ったの？現金化した時点で課税対象ですよって言ったの。俺が聞いたときは現金化できるものに関しては課税対象です。だから T ポイントとか、ヤマダ電機のポイントってのは、あれは値引きなの。あのポイントってのは。多分じゃダメだよ。多分じゃ。俺は確認してんだから。じゃあ何ですかって、T ポイントとかっていうのはって言ったら、あれは値引き対象だと。値引きの扱いだと。だから、ヤマダ電機のポイントが1万あったと。1万のものを買ったと。それは1万円のものを値引きしたという概念なの。でも、ふわっちポイントってのは、ポイントの付与じゃないし、値引きじゃないの。現金にできる時点で課税対象なの。うん。意味わかるこの違い。ひなちゃん。ソースはよっていうか、ソースは俺は出してる。何回も。アマゾンに変えたらじゃなくて、ふわっちポイントをもらった時点で課税対象なの。うん。もうその時点で課税対象なの。無職は年間38万、副業だと20万を超えた時点で課税対象なの。うん。うん。国税局に電話して放送にも載せてます、俺。うん。はっきり。載せてますよ、僕は。詳しい人じゃなくて、専門家です。はい。僕の放送見てください。タイムシールド残してるので。うん、4時間あるからちょっとわかんないけど、時間は。うん。ね。俺はそうやって調べた上で言ってるの。あなたたちが言ってるのは楽観的な、希望的観測なの。俺は現実を言ってるの。ね。やっぱり知らぬ存ぜぬは通じないからね。知らなかったら、じゃあ払ってだよ。じゃあ知らなかったら払って。まあ知らないのはしょうがないね。来年はできるよね。で。はい、お帰り。うん。知らないは通用しないからね。うん。まあ、4時間はない。まあ、でも最初の方じゃん、俺が電話したの。うん。申告するのもめんどくさそうね。大丈夫。追徴課税つけられるだけだから。うん。うん。だから、株じゃないから、これは。株は株。ふわっちはふわっちだから。うん、違う。だから、現金化じゃないの。現金に変えられる時点で課税なの。すいません、お待たせしました。はい、おかえり。YouTube。現金化できる時点で課税対象だからね。勘違いしないでね。現金化したらじゃないからね。誰が言ったかわかんないけど、はい、現金化したらなんで、明言してないからね。国税庁とかは。現金に変えられる時点で、それは課税対象。だから、ヤマダ電機の1万ポイントってのは、洗濯機を買うときに1万円値引きするものなの。はい、そうですね。山田ポイントは。そうですね。ね、T ポイントとかもそう。例えばレンタルするときに200レンタル代を値引きするものなの。ふわっちポイントは値引きのポイントじゃないから、現金だから。売り上げに対して課税はしないじゃないですか、どの企業でも。じゃあ、売り上げじゃないから。報酬だから。そうじゃなくて、多分個人事業主の概念が多分、鮫島さん理解されてないんですよ。和道君、あなたがね、そういう希望的観測で話す気持ちはわかる。いや、違う違う、事実を語っても。でも現実は変わんないよ、いくらそんな言っても。いや、だから、鮫島さんが理解をしてないの、税金に対して。だったら、和道、お前は何を理解してんだ、税金に対して。ふわっちポイントに対して何を理解してんだ。お前よりはるかに俺が理解してるぞ。ふわっちポイントはポイントであって、それを現金。ポイントって言ってるだけで、お金なの。お金ではないです。誰がポイントっていうふうに明言した？ふわっちは配信報酬を支払ったっつってんだよ。ポイントを付与したなんて一言も言ってないんだよ。ですね、そういう法律なんですよ。法律の上では僕は自分の責任に対しては、発言の責任に対してはソース出すことはできます。だからソース出すことじゃなくて、はい、俺はソース出してる、さっきから国税局にも電話して聞いてる。はい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 。うん、あなたのソースが何を見て言ってるか分かんないけど、僕は国の法律 PDF を読んで話してます。だから国の法律は、はい、だから国税局でしょ。だから要はそうです。国税局が課税対象って歌ってる以上、はい、課税対象なの。俺は国の意見を聞いて伝えてるの、ね。はい、配信報酬イコール現金、そういうこと、そういうこと。それだと、この国の基本的な法律の概念が全部崩れちゃうんですよ。だから、法律ってのは日々変わるものであって、はい、覆りません。覆らん。だから、電子マネー、僕、2017年のやつを見てるんですよ。逆に聞いてください。何年前かに出てきましたよね。何年前かにはそんな法整備はされてないの。今もされてないの。はい、でも、今の段階で、みなしてるの、そうやって。はい、収入は課税対象ですよって、みなしてるの。これから整うの。でも今の段階ではもう課税対象ですよって言ってる以上、間違いないの。間違いない。だから論破してみなよ。そうだよ。法律っていうのは毎日毎日変わってるもんだから。論破がどうとかではなくて。いや、論破がどうなんだよ。俺は間違いなく調べてるからね。俺のこと詳しくないって言ったじゃん、和道は。いや、詳しくないと思いますね。確かに全然的には詳しくないよ、俺は。ね、素人だし。そういうこと、現金とみなしてるの。国税局の人が、まあ国税庁が。でね、和道が何の PDF 見たか知らないけども、はい、今のね、そういう見解なのよ。その PDF がいつのものか知らんけど、何年前のものか知らないけども。最新のものですね。最新のものでも毎日毎日変わるんだよ、法律って。ね、目に見えないところで変わってんだよ。はい、はいはいはい。だからそれが最新のものではないの。ね、俺はさっき電話して聞いてんの。ポイントが現金になるっていうことは絶対にでもありえないです。だからポイントが現金なの、ありえなくないの、そうなの。っていうことは、民間企業が円を発行できることになっちゃうんですよ。だから違うの、円を発行してんじゃないの、円を報酬として支払ってるの、発行してないの。いや、円を、どこに発行してるの？鮫島さん、そこなんですよ。円を報酬として渡してる段階っていうのは、現金化した段階なんですよ。だから、1080円のね、花火を買って、リスナーが投げたときに、540円とかを、ね、運営が取って、それを投げてんの。発行してないよね。はい、その段階がポイントの段階で、配信者、最後まで聞いてください。鮫島さん、最後まで聞いてください。だからね、和道、ポイントじゃないんだ。聞いてくださいよ、聞いてください。違うの、和道。違う。鮫島さんね、僕の論一つも言ってないんですよ。いや、おかしいんだよ。いや、報酬を支払ってるっていうのは、配信者がポイントを円に変えた時点、もしくは。ちょっと待って、カズくん。執行したら税金ゼロだよじゃないの。執行したらそれは損金算入とか言うの。それはあくまで受け取った側の人間のミスなの。知らない、そんなこと。ね、じゃあ例えば20万の給料もらって20万落としたから、20万税金かかりませんよねって言ってるのと一緒だよ、カズ君が言ってるのは。言ってるのはそういうことだよ。ポイントがね、消失しようがなんだろうが、それは自己責任の問題。そういうこと。で、ポイントは円ですからね。これは、ふわっちポイントなんてものは誰もないからね。これ存在しないからね、この世に。円だからね。まあ、鮫島さんがそれを円だと思うのは勝手なんですよ。いや、思うんじゃなくて、そういう見解なんだって。そういう見解なの。俺はそれを聞いて、そういうふうに理解したの。俺が言い出したんじゃないの。ね。俺が言い出しっぺじゃないんだよ。だから、俺に言われても困るんだよ。そういう見解だから、俺はそれを伝えたの、みんなに。ね、俺が例えばね、そうなんだって言い出しっぺじゃないんだよ。俺が考えて疑問に思ったことを質問したときに、答えられたことをそのまま伝えてんの。だから、和道がいくら俺に反論しても困るんだよ。そういう見解だから、もう変わんないんだよ、何も。でも、俺が決めてることじゃないからね。収入に対して全額税金が払った事例ってなくて、なくてじゃなくて、利益に対して税金払うっていうのは理解されてます？だからちょっと聞いて。今まではどうでもいいんだよ。5年今まではじゃなくて、税金っていうのは利益に対して払うものなんですよ。だから利益あんじゃん。じゃあ利益にあって払うんですよ。いや、サムさん先ほど収入に対して課税を話すっていう話じゃないですか、先ほどの。600万の利益があったわけでしょ。それに対して税金が発生したのは分かる。いや、600万は利益ではないです。売上ですよ。何の売上なの？何の売上なの？いや、売上じゃないですか。だって経費が減られてないじゃないですか。いや、経費って何？経費って。経費って何？個人事業主なの？はい。何に対して経費がかかるの？例えば何？経費で落とそうとしてるもの。いや、交通費であったりとか。交通費？何に対しての交通費なの？いや、企画とかイベントとかで交通費やったら。企画とかイベントは自分が勝手に趣味でやって遊びだよね。いや、浮気ではそうやって認められてるよ。いやいや、当たり前じゃ経費で落ちるわけないから。いや、落ちますよ。落ちますよって。だってなんで落ちんの？去年落ちてますし、日本中それでまかり通ってます。違う、それはサラリーマンがね、自分の会社に行く時の交通費。それは落ちますよ。あなたが、どこにね、企画やるために移動したものが、なんで経費で落ちるの？だって事業でやってるから落ちるじゃないですか。落ちないって、事業でやってないでしょ？事業届出してんの？ふわっちの従業員なのあなた。ふわっちの従業員ではない。従業員じゃないと経費落ちないわけじゃないですよ。例えば。いや、従業員でも経費落ちないよ。ものによって。100% 落ちるもん。それは会社が判断するんですよ。キャバ嬢はキャバクラに行くための通勤とかでしょ？お前無職じゃん。キャバ嬢がキャバクラに通勤行くとき、別に経費で落ちますよ。いや、だからそれは交通費だからね。当たり前じゃん。落ちますよ。職場に行くための。お前がなんで経費落ちんだよ。ふわっちは仕事じゃないんだよ。ね、分かった。いやいや、仕事って。いや、和道違う。根本的に間違ってる。ふわっちは遊び。仕事じゃない。いや、鮫島さんは遊びでやってるかもしれないけど。じゃあ、あなたが何と言おうか、国は認めない。いや、認めますよ。認めるわけないでしょ。どういうことですか？認めるわけないじゃん、そんなもん。じゃあ、配信業で通らないってことですか？通るわけないじゃん。個人事業主の届けが。いや、何十パーかは通るよ。通信費とか、わかんない。違くて、僕が質問してるのは、ね、個人事業主の届けが、配信業とかインターネットタレントで通らないってこと？ない。そんなものないもん、この世に。存在しないもん。じゃあさ、お前月収80万って書いてるのおかしいよね。これ月収じゃないよね。売り上げだって。月賞ですね、正確には。だよね、ね。あ、個人事業主は出してんだ、一応。でも落ちないよ。タレント業。落ちるわけないんだ、そんな。落ちるわけない。そんな、通るに決まってんだけど、通るわけないでしょ、そんなくだらないことで。いや、今、ソース出しちゃうんですけど。じゃあ名前出して通る。ヒカキンはどうなんねんって、あれは事務所あんべ。な。しかもヒカキンが経費で落としてるって分かってんの？知ってんの？そんな職業もないし、認められてないし。いや、今、証拠出したんですけど。タレントなのあなた。はい。タレントなの？どっかの事務所に所属してんの？いや、事務所だから自分で個人事業で構えてるんですよ。で、あなたが何？医療費、なんか交通費とかで、それが経費で落ちると思うんだ。去年落ちてます。なんでそういう嘘つくの？去年落ちてますって、だって去年のものはまだだよ。いや、去年の申告分で、要は落ちてるってことですよ。落ちてないよ。あ、今年だ。落ちますよ。はい。いや、落ちますよじゃなくて、落ちないって。それ飲食店とかでしょ？多分、池袋、どっかでやってたじゃん、バー。あ、いや、それとは別です。いや、別ですって言われても、まあ、去年の話されても困るんだけど、俺今ね、ちょっと見えないから。全く見えないからさ、映画さ。了解です。まあ、いや、でも落ちます。じゃあ何？レシートとか全部取ってんの？領収書とか。はい、取ってます。じゃあ見せて、今。個人事業主でそんな落ちんだったら、みんな個人事業主になるでしょ。あ、お前偉いね。はい、やってます。すごいね。だから、ちゃんとやってるから、その間違ってる部分は間違ってるっていう。わかった、じゃあ分かった、じゃあ権威が落ちると仮定しよう。はい、あ、もちろん鮫島さんの言う通り、例えばプライベートで飯食った分とか絶対落ちないですよ。ただふわっちのポイントのお金は現金だからね、これは間違いないで、それは俺が間違って、いやいや、そこは根本的、そこ以外は逆に合ってるんです。そこが大きな間違いなんです。いや、そこは間違いなく合ってる、俺が。いや、間違いない、ここは自信持っている。今の経費に関しては俺が間違ってた。はい、お前がそこまで几帳面だったっていうのは知らなかったし、はい、そこまでやってれば絶対、まあ、100% じゃないってもう落ちると思う。はい、もちろんその代わりに、税務員に、例えばこの交通費何に使ったのって言ったときに証明をできないといけないですよ。そこまでやってれば分かりやすい。はい、ただ、はい、ふわっちポイントは円だからね。それをやったら、じゃあ、ワドはどう思ってる？ワドは。このふわっちポイントって、例えばワドが今100万持ってるじゃん。はい。100万を僕は持ってる。これに関しては非課税だと思う。ポイントの段階で来年に繰り越すとするじゃないですか。例えばその1月に、ね。1月。で、1月現金にしたときに、来年の分で生産するっていう。あ、なるほど。銀行口座に入ったりした時点で、そうです、そうです。課税対象だって言いたい。そうです、そうです。だから、それは、時間の差なんですよ、僕と。要するに現金化した時に課税対象。そういうことです。ただ、もう一つ、鮫島さんが言ってるロジックのやり方があって、青色申告の場合だと、ポイントを。でも俺今、ワドの意見に反論するわ。現金化できる時点で課税対象なんだよ。じゃあ、現金化。じゃあ、僕質問いいですか？僕質問いいですか？ポイントに対して課税をするじゃないですか。払うじゃないですか。で、翌年、引き出したとするじゃないですか。うん。1月に。ああ、わかる。年を繰り返でね、またいでってことね。その時に、現金化した時には課税かかんないってことですか？違う違う。現金化できる時点で。その場合だと今年払うじゃないですか。僕、今年申告するじゃないですか。じゃあ、だから今年儲けたものは、今年ふわっちポイントに入ったものが全部課税対象。じゃあ、来年銀行に通帳に降りた時に、それは税金かからないっていう認識ですか？私もちろん、今の時点でもうそれが課税対象だから、それは問題ない。でも、通帳が証拠になるんですよ。通帳が証拠にならない。じゃあさ、もうワドを簡単に話す。ふわっちも確定申告するよね。します。で、例えばワドに、じゃあ、今年年間600万払いましたと。はい。申告するよね。ふわっちが申告するのは、まず売り上げ。600万渡したって申告するよね。いや、600万渡したじゃないんですよ。サイトの内部留保になるんですよ。しないんですよ。しないんですよ。200万の申告しかしなかったよね。400万どこに？ふわっち、まずその前提が間違っていて、ふわっちはまず花火の売り上げを計上するんですよ。計上として。で、支出として誰にどういう報酬を払いましたっていう申告をするんですよ。だから僕が言ってるロジックの方が。600万払いましたって申告するよね。ふわっちが来年の2月とか3月。違うんです、違うんです。それは売り上げベース売り上げベースなんですよ。売り上げじゃないってば報酬なんだから、誰が売り上げって言ったの？いや、だって、鮫島さん、ふわっちからすると600万円の売り上げがあったことになるんで、花火を購入していただいたことになるんですよ。だから、違う、もうふわっちが配信報酬を支払うっつってんだから。だから、それは現金ですよ。ポイントの分は国税局に言ってもわけわかんないんで、何ポイント保有してますって言わないですよ。もうね、和道、はい、そんなわけないでしょ、普通に考えて。違うの？鮫島さんが誤解してるのって、現金化された分に関しては僕払うって言ってるんで、課税は後からされるって言ってるんですよ。そこ理解されてますよ。課税は後からじゃねえ。だから年度まで、12月までは来年だよ。当たり前じゃん、そんなの。だからそれは売り上げと支払った現金分を計上するんですよ。うん。いや、だから売り上げじゃないって、報酬だって。いや、それは僕らの感覚ですよ、鮫島さん。そうじゃなくて、ふわっちは報酬。だから、僕らの感覚じゃなくて、報酬なんだから。うん。それは受け取る方の問題じゃないですか。受け取る方じゃなくて、報酬なの？いや、払う方はふわっちじゃないですか。だから、報酬を払ってんで。だから、それは600万のお金を払ったっていう申告をするよね。でも、ワドが200万しか申告しなかったら、400万不透明だよね。じゃあ何ふわっちは、和道が、ね、現金化した金額まで払って。鮫島さん、一回落ち着いて僕の話全部聞いてもらってもいいですか？途中で話割っちゃうから、僕最後まで説明しないと、話が平行線になっちゃうんですよ。僕一回も説明しきってないんで。だから、なんでポイントは、そのなんか売り上げとか非課税だとか言ってるのかが分かんない、ね、いや非課税だって言ってるわけじゃないんですよ。税金っていうのは現金の収入に対してかけるものなんですよ。だから現金なんだって、ふわっちポイントは。いやそんなことはこの世の中でそんな事例は一個もないんですって。そんな事例は一個もなくても現金なんだって。現金ではないです。だから通貨発行権は認められてないんで現金ではないです。じゃあこれに答えてよ。はい。ふわっちの上がワドに年間600万の僕はPEX経由してるんですよ。だから違う、払ったってね、申告してんのになんでワドは600万の申告しないのって言ったらその時点で帳尻が合わなくなるじゃん。じゃあ何？だって来年申告するんだから合うじゃないですか。把握してそれを申告してるの。鮫島さん、来年の計算合うじゃないですか絶対に。合わねえじゃん。合いますよ。ワドが400万取っといてね、今年200万しか口座に移動してませんでしたと。だってでも来年の口座に入るんだから、帳尻合うじゃないですか。いやだから、じゃあ600万渡してんだよ、もう、ワドに。報酬として。渡してないんですよ。僕がサイトから引き出して、通帳に入れた時点で僕のものになってるんですよ。だから、このふわっちは銀行口座なんだよ。例えば YouTuber って、YouTube のお金が振り込まれるの2ヶ月後なんですね、鮫島さん。でも、サイト上には円が表示されるんですよ。円が。だけど、銀行に振り込まれた額で課税で申告しないと、YouTube がバンになっちゃった時に、それはあくまで YouTube がカウントしてる。だって YouTube はだってあれでしょ？再生回数によって振り込み金額が変わるわけじゃん。変わりますよ。変わるよね。はい。で、それは2ヶ月後になるわけじゃん。当たり前じゃん。そうです。だけど、その銀行に入った分を課税しますよね。でね、ちなみに、鮫島さん、要は2ヶ月間遅れるってことは、12月分の売り上げが2月分に入るんですよ。だから2月の。それはわかんないよ。じゃあなんでふわっちはその日に入るの？その日に入るかどうかっていうのは、だから現金の場合月末で決められた支払いにしてるじゃないですか。PEXの場合はポイント。で、PEXから入ってきたものを収入分として計算するから、現金化した時点で課税をするんですよ。じゃあそういうことじゃなくて、俺が言いたいのは、もう、ちょっとごめんね、ワドの言ってることが全然理解できないからはっきり言うけど、はい。ふわっちのポイントは円なの。そういう認識なの、もうすべてが。ふわっちのポイントが円だっていうと、通貨発行権に関わることだから、そんなことは絶対できない。民間で。お金を発行してんじゃない？民間、いや、発行することになるでしょ。だってポイントが。なんで通貨発行権、なんかそういう話になっちゃう。だってポイントが円だって言ってんだもん。だって民間企業が円を作れることになっちゃうでしょ。500円払ってるわけだよ。発行なんかしなくていいじゃん。だけど、そのポイントっていうのは500円払ってる。ポイントじゃないんだよ。円なんだって。だから。だって、風船の割合と、ね、花火の割合と、招き猫の割合が違うんだから、円じゃないことを証明してるんじゃん。うん。いや、なんと言おうがね、ふわっちも、明言してる以上、間違いなく円なんだよ。それは、和道がどう思っても。どう思ってもね、どう解釈してもだよ。あなたがどう解釈しても。いや、そんなことは絶対ありえないですよ。ありえないんじゃなくて、ありえるんだよ。はい、そうなんだよ。ポイントは円ではないですよ。だから、ポイントは円なんだって。うん。現金化できる時点で、課税対象なの。現金化できる時点で。意味わかる？これ、国税局の人が言ってたんだけど、現金化できるものは全て課税対象ですと。PEXも当然、そうですって言ってた。現金化できるので。ありえないですね。ありえないんじゃない？国税局の人が言ってんだからさ、ありえないわけないでしょ。俺電話でそれも放送に載せてんだから。ありえなくないんだって。ありえないです。ポイントに関して加算をする。だから、現金化できる時点で課税対象なの。円なの。ありえないですね。ありえるの？ありえないです。何がありえないの？さっきから説明してる通りですね。全然、だからね、ワドの経費で落ちるは分かったよ。確かにあれは経費が主題ではないんですよ。うん、でも、ね、ふわっちの売り上げじゃないの、報酬なの。それは僕らからするとですよね。ふわっちは。僕らからするとじゃないの。違うんですよ。だから、お金を渡す方と、お店と客で考えてくださいよ。なんで僕らは購入者かもしれない。最後まで聞いて、鮫島さん。ワドをさ、ちょっと待って。ふわっちの配信収入は、専業副業問わず所得である以上って、所得って言ってんだよ。誰が言ってんですか？だから、そういう見解、もう、ふわっちの公式も言ってんの。どこに書いてあるんですか、それは。だから URL 貼ったべ、さっき。さっきの URL は、ふわっちの公式サイトではなくて、税理士さん。公式サイトじゃなくて、公式も明言してるの。俺はソースは出せるよ。それを、うん、ね、例えば和道みたいな、わかんない人間に詳しく書いてくれた人がこれ。うん、わかるかな？わかんないです。わかんないの？はい、俺はすごいわかったけどね。俺は、うん、あ、そっかって、はい、ふわっちポイントは円なんだなって、俺は理解できたよ。どこにも書いてないですよ、そんなこと。そうだよ。そんなことどこにも書いてない。じゃあ分かった。まあ、和道が、じゃあ、ふわっちポイントは円じゃないと。あくまでポイントだって思うんでしょ？はい、その通りです。積むぜ。なんで積むんですか？だって600万の確定申告だからね。もし600万今年あったらね。例えばじゃあ年間600万円ポイント稼いでました。僕はそれを円に、ちょっと最後まで聞いてよ。何も、俺何も話してないんだって。だってポイントなんだから。違うの。円になる瞬間っていうのは、PEX なり、サイトからお金に振り込まれた時点で円なの。だそれは現金化した時点でってことでしょ？そういうこと。そう。でも600万円、ちょっと最後まで聞いて。600万円を現金で受け取った時点で申告をするんだから別に追徴課税なんか来ないっすよ。いやいやいや、お前、600万円の追徴課税、あ、ごめんね、ひなに話してんだけど、知れてないよ。600万ってことは、だいたい 20% だから、120万の納税義務だよ。うん。120万脱税するでしょ？で、じゃあ5年後に、ね、なんで、あなたにちょっと待って。なんで俺が脱税する前提なのかわかんないんだけど。だから、脱税になるんだよ。ならない。払わなかった。いや、だから払うっつってんじゃん。僕は現金化された部分の銀行の証明を持って行って、それに対して課税が絡うんだから、追徴課税なんか来るわけないじゃん。え、だって、あんた、ふわっちポイントは課税する必要ないって言ってんでしょ？和道は。だから現金化した分を、税金払うんだ。現金化じゃないんだよ。現金なんだって。脱税してないじゃん。だから、600ポイントを、600万ポイントを600万に変えて、払ってるんだから、なんで追徴課税されるの？じゃあ、だって、600万ポイントを、600万円に変えて。お前、どっちがバカかって、明らかになるかな？いずれ。いや、いずれじゃなくて、だって、ここで個人事業主やってる人は、みんな鮫島さん間違ってるって分かってますよ。誰個人事業主やってるやつって。具体的に名前出して。具体的に個人事業主やってる人手挙げてもらっていいですか？あ、リスナーさんってこと？そうそうそう。あ、そう。うん、俺の放送ではみんな俺に意見賛同だけどね。いや、だから、それは、その、個人事業をちゃんとやってないからなんですよ。税金を払ったことがないからわからないんですよ。しかも個人事業主が何なの？ね、いや、個人事業主お前やってて理解できてないんでしょ？違う、個人やってなくてじゃなくて、ポイントに関して課税をしてる事例なんかないの。なんでわかんないの？なんでわかんないのじゃなくて、事例なんかそんなもん存在しないから。だから事例が存在するのはこれからでしょ。うん、なんで今までの事例が、それが正解になるの？だって YouTube だってそうなってたんだから、急に法律変わらないじゃん。どこを問わず配信収入って歌ってるの？いや、だから、俺は振り込まれた分に関しては、なりますよ。なりますよ。だから、税金は、鮫島さんが誤解してる部分は、ね、払わないと思ってんの。課税、非課税なんて言ってないの。課税がかかるのは現金だって俺が言ってんの。もしくは、ポイントを使った時なの。Amazonギフト券に。だから俺さ、国税局に聞いてんの。うん。現金化できる時点で、課税対象なの。だって、国税局のホームページに書いてあるんですよ。じゃあ、その担当員が間違ってるんですよ。いや、国税局のホームページに書いてあるの。なんて？なんで、だから、ポイントがありますよね。それを現金化とか行使した段階で課税。だから、簡単に言うと、Amazon ギフト券を使ったとき、もしくは。それポイントサイトでしょ？それポイントサイトでしょ？俺も知ってるよ。はい、ポイントサイトですよ。うん。ポイントサイトでの、例えば広告クリックして5ポイントとかのやつでしょ？違います。あくまで報酬を支払ったって。違います。ポイントと呼ばれているものすべてに対して。違う。ポイントサイト。鮫島さんが誤解してるのは、配信者だけじゃなくて、例えば、LINE のクリエイターズツールとかも同じ仕組みなんですよ。いや、知らん、LINE のクリエイターズツールは知らんけど、わからんけど、ポイントサイトは、あくまで PEX とかそういうサイトだよ。ふわっちサイト、ふわっちはポイントサイトじゃないからね。うん。勘違いしないでね。LINE。じゃあなんで PEX にふわっちからポイントが直で入んないの？ポイントが直で入らない。だって、PEX をさ、直接使えばいいじゃん。PEX にさ、なんか経由できんだったら、ふわっちからポイントを PEX にそのまま移してくれればポイントサイトだよ。別の運営会社だからですね。別の運営会社で、じゃあなんで自分でできんの？自分でできるってどういうことですか？できるじゃん、自分でさ、じゃあ PEX に移動しようっていう作業ができんだったら、俺たちが PEX を登録して、自動的にふわっちから PEX に直接ダイレクトに入れば、運営会社が違うんで、そんなことできないですよ。できますよ。できないですよ。じゃあなんで今できんの？俺たちが。別の会社のシステムを利用してる。別の会社だからってなんで？じゃあなんでお前さ、はい、じゃあ企業でさ、サラリーマンがさ、銀行、どこの銀行使う？別の企業だよね、銀行。じゃあなんで銀行が取り扱ってるのは円だから。だから円なんだよ、これも。これも円なんだよ。円が受け渡されるのは銀行に入ってからですよ。だってじゃあね、鮫島さん、お願い聞いて、人の話は。ふわっちポイントで買い物、じゃあ分かった。じゃあ鮫島さん、一言言うね。ふわっちポイントでコンビニで払えます？買い物できますか？何、コンビニで買えなかったらお金じゃないの？はい。なんで、ふわっちポイントだってAmazonギフト券にも、iTunesカードにも、ね。Amazonギフト券はAmazonギフト券ですよね。お金金券だよね。それは金券ですよ。金券です。だから金券に関しては行使してから課税が入るんですよ。だからふわっちポイントで買い物はできますよね。できないです。できません。できません。できてんじゃん。Amazonギフト券と iTunesカード。だからAmazonギフト券はAmazonギフト券なの。ふわっちポイント。じゃあ何？あれは何なの？コンビニで売ってるものだよね。金券だよね。金券ですよ。ってことは買い物できるよね。できますよ。でも、ふわっちポイントではできないですよね。いや、違うの。それが、要は、国、サービスを。だから、和道が言ったよね。ふわっちポイントはコンビニで使えるの。使えないけど、Amazon ギフト券と iTunes カードは即時発行できるの。交換だよね。だから、俺が言ってるのそこだよ。鮫島さん正しいの。Amazon ギフト券に変えて、それを行使した段階では課税対象なんだって。だから、変える時点で現金化できるものなんだよ。現金なんだよ。いや、違うの。ものなの。だからそう、国税局は所得って言ってた。言い回ししてた。ふわっちポイントは所得になりますって。ありえない。ありえなくないんだよ。国税局に電話してんだって、俺は。ありえない。だってそのポイントありえなくねえって。じゃあさ、今俺のタイムシフト映せる？俺の多分、一番最初のタイムシフト。うん。いや、ありえないです、ありえないです。ありえなくないんだって、国税局の人が言ってんの。いや、だから、それでいいですよ、別に。鮫島さんが、それで申告するのはいいの、別に。うん。ふわっちポイントは所得なんです。はい。所得ではないです。だから、だったら俺の動画見ろよ。うん。だったら見ろよ。なんで見なきゃいけないんですか、僕は。国税庁のホームページがどう書いてあるのか。だから、鮫島さんがそれが正しいと思うのであれば、それで申告すればいいじゃないですか。当たり前じゃん、するに決まってんじゃん。で、そうじゃないっていうロジックで申告したら、僕らが追徴課税来るだけだから問題ないじゃないですか。間違ってるんだったら。そんなことさ、俺さ、まあ確かに和道がね、追徴課税来ようがなんだろうが、はい、俺痛くもかゆくもないけど、はい、アドバイスしてあげてんだよ。いや、だから間違ってるアドバイスだったら僕は信じないんで。うん、俺が間違ってんだ。間違ってます。間違ってます。はい。天城が課税対象じゃない。ふわっちポイントが課税対象と思って。今、クリームソーダ。うん。間違ってんのは和道だよ。間違った見解なんだよ。ものすごく。じゃあね、なんで間違ってるか言いますね。反論1。ふわっちポイントの600万円に対して、税金かかりますよね。鮫島さんのロジックだと。そうですよね。じゃあこの600万円を全部 Amazon ギフト券に変えました、僕が。で、僕が600万円使ったらそこにも課税かかるんですか？かかるわけないじゃん。かかりますよ。なんでかかるの？そのロジックだと。だって使った時に課税がかかる仕組みなんだもん、今。Amazon ギフト券。それは和道の言い分だったんでしょ？いや、違う。そういう。俺の言い分だったら、ふわっちポイントの時点で課税対象なの。意味わかる？これは現金なの。だからもうその時点で収入とみなされてるから、課税するの。それを、例えばそういう申告方式はあるんですよ、実際に。鮫島さんね。ポイント自体を資産として、自分で申告することはできるの、方法論として。だから和道が言いたいことは分かった。二重課税になるんじゃないかと。重課税になるんじゃないかと。二重課税にもなるし、そもそも。ならないじゃん。なんでなるの？じゃあはっきり言う、国税局がもうふわっちをマークしてんだよ。もうポイントの流れは分かってんだよ。ふわっちからも申告されるし、はい、例えば和道に600万払ったってデータが、向こうは、ふわっちは間違いなく和道に600万払いましたって申告するよね。お前がいくら口座に入れたとか分からないから。しないです。だからそれがさっきの繰り越しの論理なんですよ。だから20に取られないって、だからふわっちの時点で申告すればいいんだから。あくまでふわっちの時点で申告の義務があるの。ふわっちポイントの時点で。うん。所得なんですよ。ポイント付与じゃないんですよ。この言い回し。まずふわっちの運営が配信報酬として支払ったと。明言してる以上、これはポイントを付与したわけじゃないんですよ。ってことはポイントサイトとは別物なんですよ。所得に対して税金かかるわけじゃないですよ、あと。雑所得だから、年間、お前とか俺、まあ、お前はまあ、仕事してるのか分かんないけど、うん、副業の場合は20万年間。無職の場合は年間38万を超えたものに対して課税がされる。所得、雑所得ってやつですよ。俗に言う。まあ、所得の区分は雑所得であって。所得に対して税金がかかるのは当たり前だよね。当たり前だよね、そんなの。もちろん、なんつうの、その、控除。基礎控除を超えたものに関してね、基礎控除にもあるし、ね、控除の部分もあるし、障害者だったりしたりとか、税率が変わるんですよ。だからそれは分かんないって、個人のね、あれがあるんだから、それは分かんないけど、課税対象には変わりないでしょ、そのパーセンテージは分かんないの、人によって違うんだから、経費で落ちる場合もあるし、何も経費出さないで払う人もいるし、ね、年収によっても変わるし、税率は。でも課税対象でしょ、所得に対しては、その基礎控除を超えたものに関して。当たり前だよね。基礎控除もあるし、経費の概念もあるじゃないですか。いやだから経費とか分かんないって俺言ったじゃん、それ。ね、何十万って経費出す人もいれば、0円で出す人もいるし、それは分かんないじゃん。でも、課税対象だよね。しかも、鮫島さんが誤解してる部分で理解できてます？払う額は一緒なんですよ。僕と鮫島さん。だって、600万円のポイントってありますよね。で、僕は円でしょ。で、僕は円に対して課税を申告するって言ってるんですよ。要するに現金化した時点で、ね。そういうこと。だって、そう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 。だから、なんで一緒なの？だって600万円とイコールじゃないですか。1ポイント1円で給料もらえるんだから。だから、俺は、どういうこと？俺が払う税金とってこと？まあ、例えば A 君がいて、A 君が600万ポイントもらったとするじゃないですか。まあ、A 君じゃいいよ。和道と俺でいいじゃん。和道と俺？いや、だって鮫島さんの稼ぎいくらか知らないもん。俺300万ぐらい。300万いかない。OK。じゃあ300万の例えで言うと、まず、A さんっていうリスナーさんが、一人で600万円を会社に使いましたと。ポイント買いました。なんなのその A さんっていうのはちょっとわかんない。リスナーさんです。じゃあ、リスナーさんが600万円を購入しました、ふわっちから。ふわっちは売りました。OK ですか？それが売り上げだよ。売り上げです。ふわっちの売り上げですよ。ふわっちの売り上げ。これは鮫島さんの売り上げではないです。わかりますよね。じゃあ1200万か。1200万の売り上げ。300万だから600万。あ、俺がね、俺の方か。で、今度、ふわっちは報酬として支払った5割、300万鮫島さんに行くじゃないですか。鮫島さんに現金を、報酬を渡した時点で国に報告をするんです。じゃあ渡してんじゃん。渡すのは鮫島さんが引き出したタイミングなんです。違うってなんで引き出したタイミング？違う。そんなことまで把握してねえ。なんでかっていうと、そのポイントが失効した場合、例えば鮫島さんが1年間300万ポイントを使わなかったら売り上げに丸々計上できる。600万円の売り上げを利益計上できるから。できないよ。できますよ。それは損金算入だっけ？なんかそういう扱いになるんだよ。それは。だってそれは俺が執行したら、ふわっちの利益に300万残ることになるわけじゃない。それは鮫島さんのお金の損金参入でしたっけ？多分なんかそんな、それは鮫島さんの方がそうなるんですよ。だからふわっちには関係ないじゃん。だからふわっちは、でもお金が残ってるわけじゃないですか。言ってる意味わかります？執行でしょ？残ってないんでしょ？執行なんてないですよ。だって、口座に入ってんだから600万。だから没収じゃないじゃん。だから、募集じゃないからですよ。募集じゃないから、売り上げとして計上するんですよ。だから、利益として計上するんですよ。だから、俺の損失じゃん。いや、だから、鮫島さんは、ふわっち側のロジックと、消費者側のロジックと、自分のロジックの。そのロジックとか言われてもわかんないけど、お前はそういう言葉使いたがる。違う。わかりました。わかった。鮫島さんが受け取るのは収入ですよね。まあそうだね、そうだね。ふわっち側からすると収入とは言いませんよね。で、ふわっち側からするとそれは収入ではないんですよ。支払いになる。報酬。支払いになる。そう。報酬を支払ってることになるんですよ。だからそうだよ。で、ポイントを内部留保してる段階だと、支払いをしてることにはならないんです。和道君、ポイントを付与じゃなくて配信報酬を払うっていう言葉の言い回しわかる？わかりますよ。報酬ってことはお金なんだよ。うん、お金を払って初めて成立するんです。だから、俺300万払った時点で、俺は300万の申告義務があるわけ。まあ、260万か、細かく言うと。そういうこと。報酬だから。ポイントを300万付与しましたじゃないから。ね。じゃあね、じゃあ今度手数料かかりますよね。当たり前じゃん。それはかかるでしょ。はい、鮫島さんのロジックだと、ポイントが入った時点で課税対象だから、この手数料、ふわっちの運営が取る手数料分損するじゃないですか、僕ら。だって手数料はだってあれじゃん。事務手数料でしょ。はい。損するじゃんじゃなくて、それはかかる当たり前のものじゃん。でも僕らは受け取って手に入った分を申告するのが普通ですよ。ね、1万円下ろすときに、事務手数料かかるよね、まあ、基本。はい。かかるよね。はい。それは損したんじゃないよね。いや、それは経費で落ちますよ。手数料だもんね。だから経費で落ちるじゃないですか。経費で落ちるじゃないですか、じゃなくて。いや、落ちるから税金、そこは非課税じゃん。いや、それわかんないの。え？損じゃないんだよ。事務手数料なんだよ。いや、だから、会社の、それは利益になる。会社側が210円儲けるわけだから、会社の売り上げになるから。儲けるんじゃないって。事務手数料。違う、鮫島さんやっぱ税金のこと理解してないのよ。だから。それは、その210円分は会社側が税金払うべきなの。それを鮫島さんは自分で払うって言ってんの。知らないよ、事務手数料に関しては。何の何でだからお金のキャッシュフローを理解してないんだって、鮫島さんは。お前が理解してないんだろ。いやいや、理解してるから説明できてるんですよ。じゃあもう話戻そう。はい、俺がまあ年間300万ポイントもらうとするよ、ふわっちに。はい。で、150万を下ろすとするよ。それは現金化するとするよ。150万を下ろしたと、はい。そしたらふわっちは150万の申告をするってこと？そういうこと。そういうこと。で、なんで？うん、ちょっと待って、なんでじゃなくて、で、150万を来年引き落としたとするじゃないですか。そしたら、その来年分の計上をすんの。なんでそんなことがふわっちするの？ふわっちは300万。だってふわっちは、ね、自分の口座から出て、聞いて。鮫島さんは理解してない。要は、ふわっちの中に、最後まで聞いて。お前聞けよ、最後までよ。聞いたって、理解してるから反論をしてるんだ。300万俺に払ったって申告をふわっちがするだけだよ。なんで俺が150万払ってないの？払ってないの？してないの？把握すんだよ。どうやって把握すんだよ。だから口座で証明するしかないじゃん。ふわっちからしたら。だったらふわっちはなんて申告すんだ？俺に払った。150万払いましたよって。で、来年の300万じゃないの？じゃない。だって中に留保してるお金だから。留保してるんじゃない？150万留保されてるの？だって、払ってないんだもん。だって、ふわっち側に150万あるんだから、ふわっちがそういう判断するでしょ。違うよ、ふわっち側じゃないよ。自分の手元にあるんだよ。絵で説明しないと多分わかんないんですよ。いや、絵で説明されてもわかんない。お前が間違ってんだから。だって、会社経営で普通の考えですよ。マジでお前人をバカにすんのやめろ。いや、バカにしてないって。だって間違ってるのは間違ってるんだから。今の段階で、俺が間違ってるっていうのは構わないよ。うん。でも何年後かに絶対俺が正しかったって思うから。いや、いいよ、それで。いや、いいよ、それでじゃなくて、もちろん通報はさせてもらうよ。いや、構わないですよ。僕だって払うもん。全然構わないよ。600万の払う。額は俺が払うけれども、鮫島さん、だって去年払ってないのは、じゃあどういうことってなるんでしょう。だからそれは、見返して払うから。俺は分かんなかったから、それは。それはちゃんと説明するから。それで追徴課税って言われるんだったら払うよ。当たり前じゃん。払いますよ、払うものは全額。あと、鮫島さんじゃあね、ふわっちだけの収入だと生活できないでしょ？で、受け取ってる額っていうのがあるじゃん。それも払わないといけないんだよ。そのロジック分かってる？どういうこと？鮫島さんの生活費とかを彼女さんとかリスナーさんに立て替えてもらったとしたら、それも払う義務があるんだよ。そう、生活費。だから、それを生活費だって言ってるのが、税金を理解してないの。それは贈与されてるわけじゃないじゃん。贈与なの、それは法的に。だからやっぱり鮫島さん理解されてないのよ。支援されて現金。意味がわかんない、こいつ。何言ってんの本当に。贈与だよ。そう、俺今、鮫島軍団のコメント読んで、PEXに移行した後、俺が何ポイント現金化したかとか、ふわっちは把握できるんですか？できないよ、できないよ。ただ、PEXも申告してるじゃん。じゃあなんで俺が150万年間移動したって。だから、PEXが申告してるじゃん、それは。PEXは申告しないでしょ。PEXはあくまでポイントサイトでしょ。PEXも申告するよ。しないよ。PEXはしないよ。PEXはしないんすか？しないでしょ。PEX は手数料でやってんでしょ。手数料とかそういうのがなんかで。PEX は売り上げを計上しますよ。だから、そこを売り上げって PEX にあんの？ありますよ。売り上げはないでしょ。ありますよ。だから、鮫島さんやっぱり株式会社とか、そのキャッシュフローの流れを理解してないからなんだって。俺、鮫島さん。だからもうワード、じゃあお前はフワッチのシステムを理解してない。キャッシュフローがなんか知らんけど、俺には。はい。うん、お前はフワッチのポイントは円だって把握してない時点で、お前は愚かもんだよ。はい。笑うのやめろよ、マジで。本当に。じゃあ、イラッとさせるために話してるわけじゃないから、お互いにね。これは。いや、討論してるわけだから。いや、僕は話しますよ。でも、鮫島さん最後まで聞いてください。じゃあさ、じゃあ、わかったわかった。じゃあ、例えば、あいらが7000万ポイント入ったよな、ふわっち。入りました。まあ、7000万年間あったとしよう。はい、仮に。はい。仮にね。ポイントの時点で700万ですね。じゃあ、7000万のね、200万しか、あいらはね、現金化してませんと。はい。残りの6800万は非課税になるの？ならないよね。非課税っていうよりも、それを引き出した時点だから、まあ、だってお金は使いますよね。お金は使うけど、だってお前の言い分だと、フワッチポイントである以上は非課税ってことなんでしょ？違う。お前の理論だと。要は、ね、6800万を腐らせるわけないじゃないですか、人間は。だから、腐らせるわけないじゃないですか。違う違う。最後まで聞いてって、だから。だから、腐らせるわけないとか。ね。わかんねえ。円に対して課税をするんです。はい、以上です。何？じゃあ、分かった。和道が言いたいのは、フワッチポイントは半年で執行するから、お金じゃないって言いたいの？まずそもそも、フワッチポイントとかポイントがつくものはお金ではない。金券の扱いかどうかは別に、ね。勝手な言い回しだろ？言い回しじゃないの。で、金券っていうのは行使した時点で、その、課税対象なのはもう決まってることなんですよ。それ誰が決めたの？国です。うん。現金化される時点でね。できる時点でね。国が決めてんのは。じゃあ、した時点で。じゃあ、現金化できるものに対しては課税対象。じゃあ、そんなことしたら、世の中の仕組みがぐちゃぐちゃになっちゃう。例えば、ビットコインも同じ仕組みで、ビットコインで利益が上がって、利益分に対して課税をするんですよ。ビットコイン。だから、鮫島さんね、ビットコインを買うじゃないですか。保有してるだけで。だから、ポイントの仕組みを理解してもらうの。困るんだよ。ビットコインとは別物なんだよ、全然。はいはい。ビットコインはこうですよって言われても、配信収入なの今。だからポイントじゃ、さっきも言ったけど、フワッチポイントで買い物できませんよねって言ってるじゃないですか。だから買い物できるって言ったじゃん。違う、それは Amazon とかに変えたり、現金に変えた時点で。フワッチポイントでは買い物はできませんよ。フワッチポイントでは買い物はできないんです。買い物じゃないの？できないんです。鮫島さん。そこは認めましょうよ。いや、できてんじゃん、アマゾン。できてない。だからそれはアマゾンギフト券なの。アマゾンがやってるサービスなの。アマゾンがやってるサービスじゃないの。アマゾンが売ってるものを買えるシステム。アマゾンポイントっていうのは、アマゾンが運営してるものなんです。じゃあなんでアマゾンギフト券買ったら買い物じゃねえのかよ。鮫島さん、買い物ですよね、ポイント券を買うのは。アマゾンポイント。じゃあ、アマゾンギフト券をコンビニで買うのは買い物じゃないのかって聞いて。じゃあ、買った時に税金かかります？所得になります？アマゾンポイントを買った時。だって、アマゾンギフト券っていうのは、お金だから5000円で5000円だよね。お金ではないんですよ。金券なんですよ。お金じゃん。金券は課税対象だよね。金券を使った時に課税対象なんです。だから、だったら、いや、だから、フワッチポイントはお金なんだよ。うん。お金ではないです。じゃあ何？アマゾンギフト券が、ね、わかった。じゃあアマゾンギフト券にしたときって、それはどうやって把握するの？いや、アマゾンの売り上げ、アマゾンがだって報告してるじゃないですか、国に。じゃあ報告しなかったら騙せるってこと？そうです。なわけないじゃん、そんなわけ。だから丸さがあるんです。だから国税局っていうのが仕事である。7000万分アマゾンギフト券にすれば、脱税はできるってこと？その段階では払わなくてよくて、それを使ったときに払う義務があるんです。もちろん、それを資産として計上するやり方もある。いや、使った時に払う義務があるのは消費税でしょ。いや、消費税はまた別のロジック。収入、所得がある時点で払うものが所得税だよ。所得扱いにはならないです。アマゾンポイントは。だから、フワッチポイントは、だからもう、俺の動画流せっつってんね、今、俺の放送。いや、結構です、結構です。なんで？国税局が、フワッチポイントは所得ですって言ってることが明言されてる。ありえないです、ありえないです、ありえないです。質問と解釈が多分間違ってるんです。間違ってねえってば。いや、間違ってます、間違ってます。じゃあ、お前、月曜日に国税局に電話して聞いてみろ。嫌です、嫌です。必要ないです。僕、去年でそれで確認が終わってるし、法律で自分で調べた段階で。ほらね、始まった。ね、結局そうやって、確認をしないで、これは違うって言って、俺は確認してそうだって言ってんの。どっちが正しいかわかんべ。どっちが正しいかどうかは、だから、丸さが決めることじゃないですか。だから、丸さが決めるじゃなくて、国税局が決めてんの、もう。見解を出してんの。ってことは、それが正しいんでしょ。俺が正しいんでしょ。いや、俺は決めましたね。いや、僕はそうは思いません。なんでかっていうと、そういう風になっちゃうと、国の、この国のサービスが根絶やしになりますよ。値段安いんだから、いや、払うも払ってねっていうのが国の見解だから。払うも払ってますよ、僕は。だから600万払うよって話だよ、お前は。600、560万。だから、自分の現金で受け取った分に関しては払いますよ、僕は。だから、それが脱税行為だよって俺は言ってんの。どうして脱税なんですか、それが。だって、それはあれでしょ、過少申告ってやつでしょ。過少申告ではないですよ。うん。なんで、どこを過少税金ができる時点で課税対象なんだよ。はい、ってことはお前600万のいや、だからそこが鮫島さんが間違ってるところなんですって。だからお金っていうのは使うんですよ。お前が間違ってるんだよ。どうして間違ってるの？だって俺が間違ってるって言ってんでしょ。はい。お前が間違ってんじゃん。俺からの。じゃあ Amazon ギフト券に関しては使った時に払ってください、申告してくださいねって国がアナウンスしてるんですよ。ふわちポイントで計上して全額ソースは調べてください、反論があるなら。だから、違う。俺にソースをね、出せって言うくせに、自慢出さないの。いや、出さないのじゃなくて、国税局のページに書いてありますから、それは。だから、もうね、ページに書いてあるうんぬんじゃなくて、俺は国税局の人に聞いたもん。現金化できる時点でっていう言葉の意味。うん。わかる？はい。あと、ふわっちが配信報酬として支払ったっていう言葉。うん。ポイントの報酬っていうのは、我々にとっては収入になるわけだ。はい、所得なんだ。はい、ふわっちポイントの時点で。はい、それが間違ってるわけないで。間違ってます。で、ふわっちは確定申告してください。雑所得になるのも間違ってないんですけど、ポイントは、だからその現場の人が間違えてたんですよ、多分。だから、昨日も確認してたよ。だって国がちゃんとアナウンスしてるサイトに載ってるんだから。現金化した時点でになるんですよ。何なんだよ、その現金化。ってことは、ふわっちポイント時点では、非課税ってことなんでしょ？お前の言い分では。だって、税金なんてかけられるわけないじゃないですか。お金じゃないんだから。誰が言ったの、そうやって。あ、ふわっちポイントは非課税ですよって、国税局の人が言ったの。国税のホームページに書いてありますよ。だから、それはポイントサイトでしょ。ふわっちポイントサイトですよ。なんで、誰が言ったの、そうやって。あ、誰が言う？だから延長チケットで買い物できる部分に関して課税するかどうかよ。そういうことよ、まさに。いや、課税はされない。だから違うって。それは消費税を取るか取らないかは、ふわっちの勘、あれでしょ？いや、違う、キャプリたいんだけど、今、鮫島さんと話してるから、ちょっと待って。キャプリなよ。はい、キャプリなよ。話なんかできんべ。そうやって言い訳すんだよ。はい、わかりました。ちょっと待ってくださいね。買い物できんだよ、ふわっちポイントで。ふわっちポイントってのは、独自の言い回しなの。本当に。なんと言おうかね、これは。なんと言おうか、現金化できる時点で課税対象ですって国税局、俺聞いたよ、何回も。はい、現金化しなくても、しなかったら非課税なんですかって聞いたら、いや、現金化できるものは全部課税ですって。はい、リスナーさん、OK ですか？見えてますか？リスナーさん、見えてたら教えてください。これはポイントの話だろ。だから、円ではないんです。だからそれは言い回しの問題だっつってんの。何言い回しの問題って。だからふわっちが独自に言ってるだけだろ。円じゃないポイントって。いや、じゃあリスナーさんはふわっちポイントを所有しますか？しませんよね。ポイントの定義って見えてます？見えてる。いや、まあ多分わかんない。見えてますね。ラグがあるから。ラグがある。ポイントとはちょっと待ってくださいね。ポイントの定義、まあポイントとはポイントサービスのルーツとか置いといて、ポイントの定義。ポイントについては様々な定義がなされますが、例えば経済産業省の企業ポイントの、法的性質と消費者保護のあり方に関する、研究会報告は以下の3点の特徴を有するものをポイントとして検討を行っている。ああ、このイロハのやつってことね、要するに。はい。発行企業はポイントプログラムに加入した消費者に対し、商品サービスの購入や店舗への来店、ウェブページのアクセス、アンケート機能などを契機として、付与条件や有効期限、利用条件など条件付きでポイントを付与すると。消費者、ポイントプログラムの中で貯めたポイントを活用することで、ポイントの企業発行や提供からの得点を、これ延長ポイント50ポイントで買えるとか、これに該当しますよね。それとは違うと思う。いや、そういう意味なんです。はい。消費者は金銭によるポイント購入ができない。ここで、使い方が類似していると同様のものではないかと指摘されることも多い電子マネー、があるが、このポイントの原資は事業者が負担するものに対し、電子マネーは金額数量に応ずる対価を得て発行されるという違いを受けて、ポイントについては電子マネーのように、資金決済による法的な消費者保護を、行うのではなく、経済産業省や事業団体等において作成されたガンダムによってっていう。まあ、この最後はわかんないわ。ちょっと難しすぎるわ。まあ、で、雑所得のこととか書いてあるわけですよ。その。まあ、じゃあ俺たちは消費者。消費者はリスナーさんですよ。俺らは受け取る側だから。だから、消費者はリスナーでしょ。俺たちはリスナーじゃないじゃん。じゃないです。消費者ではないです。俺たちがもらってんでしょ、ポイント、ふわっちポイントは。はい、そうです。俺たち消費者じゃないよね。じゃないです。ってことは、ポイントサイトじゃないよね。ポイントサイトです。いや、違う。消費者がそういうサービスを利用するわけでしょ。俺たちは報酬をもらってる側だ。いや、だったら円でもらうはずじゃないですかって言ってるんですよ。だから円なんだって。だから円なの。ポイントって言い回しをしてるだけだっつってんの。俺は。わかる？ポイントサイトじゃないよ。ふわっちは。いや、ポイントサイトなんですよ。だから違うんだって。だって消費者じゃないでしょ、我々は。我々は消費者でもありますよ。だって、なんで？だって、そのポイントで延長チケットとか買えるわけだから。うん。それは違うじゃん。何が違うんですか？それは本当に消費してる。それは関係ないよ。あくまでここで言いたいのは、例えばね、消費者がどう関係ないんですか？どう関係ないんですか？今説明してんべ。はい。うん、今、ね、貯めたポイントによって、例えば醤油をこう買うと。例えば、その、サイドにある独自の、例えばふわっち醤油とかふわっち米があるじゃん。いや、だから延長チケット買ってるじゃないですか。だからそれは違うじゃん。何が違うんですか？サービス提供だ。別に。いや、サービスもものですよ。サービスもものですよ。ものとは違うんだよな、多分。いや、一緒ですよ。ものもサービスですよ。あのね、なんて言うんだろう。値引きか値引きじゃないかなんだよ、ポイントって。要するに、ヤマダ電機のああいうポイントってのは値引き対象なんだよ。これわかるよね、これ普通に。例えば、1万円貯めて、じゃあ5万円の冷蔵庫買いますと。あ、じゃあ4万円ですよって値引きになるんだよ。うん。うん。ね。うん、でも、ふわっちの場合の、なんつうんだろう、ポイントっていうのは、これは値引きじゃないんだよ。うん、Amazon ギフト券は、じゃあ、言っちゃえば Amazon ギフト券で iTunes カードを買えるよね、ふわっちポイントで。買えるって交換ですね。買ってるんだよ。いや、交換。買ってるの？交換です。じゃあリスナーはそのポイント貯めることできる？できますよ。できますよ。リスナーもだって配信できる。リスナーはできないじゃん。できますよ。純リスナーの話してんだ今。純リスナーの話してんの？純リスナーが何なんですか？じゃあ純リスナー、例えばルナちゃんでね、これはリスナーか配信者か知らんけど、はい、まあ純リスナーだとするんじゃ配信やったことないと。はい。ふわっちポイントはもらえないよね。意味わかる？例えば、ルナが窓に花火を投げるときに、うん、あ、わかりました、じゃあ1000円で、じゃあ5000円で5000円ふわっちポイントにして、花火を買って、それを窓に投げるならポイントサイトなんだよ。でも、ルナが窓に花火投げるときには、ウェブマネーとかクレジットカード決済とかにしない、iTunes カードとか、ね、ふわっちポイントなんてものは存在しないんだよ。この世界にはふわっちポイントは成り立ってないんだよ。あくまで報酬で、円っていう言い回しを、ポイントにしただけ。うん。意味わかる？わかんないです。わかるでしょ？いや、わかってるから今黙ったんでしょ？いや、わかってないです。だったら円で表示しますよね。だから円なんだよ。だから、ふわっちポイントってなんてものは存在しないんだよ。いや、存在しないの。うん、いや、円なのは通帳口座に入ってらじゃないですか。だって選択ができるんだから。それはお前の言い回しは分かったんだけど、うん、例えばミノムシウンコが花火10発お前にファンタスティック投げるような、うん、はい、ふわっちポイントで消費はしないよな。だからできないじゃん。ミノムシウンコはふわっちポイントにして花火を買うわけじゃない。ウェブマネーとかで買うわけ。はい。うん。もしポイントサイトだったらば、じゃあふわっち独自のポイントで、まあふわっちポイントってあるよな。だから円じゃない証拠じゃないですか。だって、ふわっちポイントじゃ買い物できないんだから、だから言ったじゃないですか。僕が言ったことじゃないですか。ふわっちポイントでは買い物できないっていうか、円だから、これは。うん。円なのは、僕にとって円なのは、僕の口座に入った瞬間から円なんですよ。それはもちろん間違いなく円だよ。うん、だから、その部分に対して課税をすればいいじゃないですか。何？円になったから課税すればいいじゃないですか。ちょっと待って、ふわっちポイントは1ポイント1円って記載されてるよって言うんだけど、これはどう論破する？どこに記載されてる？いや、それ分かってますよ。だけど選べるじゃないですか、Amazon とか。だから1ポイント1円って記載されてるんでしょ？円じゃん。うん。いや、円にもできるって言ってるんですよ。いや、できるじゃなくて円なんじゃん。円じゃないですよ。だって Amazon ポイントにも変えることができるんだから、交換することができる。だから円じゃん。5000ポイントで5000円でしょ。いや、だから円なのは通帳に入ったら円ですよ。だから違うじゃん。だから、そのロジックで言ったら、ふわっちポイントが円だとするなら、コンビニで決済できますよねって言ってんの。だから、コンビニで決済ができるかできないかは別としといて、ね。いや、買い物ができないんだから、ポイントの時点で、買い物ができないんだから、円としての機能を果たしてないじゃん。だから、Amazon ギルド券で iTunes カード買えんだろ。いや、iTunes カード買えるんじゃなくて、交換ができるんですよ。だから、買えるだろ。買えるんじゃないですよ。交換なの。どういう言い回しでもいいよ。交換できるだろ。いや、交換と買うは全く別だから。できるじゃん。和道は言ってんじゃん。こうね、できないんでしょ？でもだって本来できるじゃん。実際。何ができるんですか？いや、だから、Amazon ギフトとか iTunes カード。だから、Amazon ギフトに交換をする。普通に言って。わかんない人もいっぱいいるから。わかりました。論理ですね。聞いてる人いないのかもしれないけど、ね。はい、そう、コンビニとは提携を結んでないから使えないだけなんじゃない？ってことは円ではないってことじゃないですか。円だったらコンビニ。ポイント、いや、1ポイントいく。だから円じゃない証拠だって言ってるんですよ、僕は。いや、証拠になんねえよ、そんなの。それはお前の、なんか、希望的観測で受け取ったからでしょ。うん。希望的観測だから言っちゃえば。いやいや、僕は事実を言ってるんですよ。ちょっとわかんないけど、パチ屋みたいな3点方式的なもんなんだ。僕は事実として言ってるんですよ。うん、俺も事実として言ってんだけどな。だって、ふわっちポイントイコール円だって言ってんですよ、鮫島さん。だからさ、お前はね、アマゾンギフト券を交換って言うけど、買うって言うんだよ、それを。言い回しの違いだよ。買ってるんだよ。それを交換ってお前は言ってるだけ。買ってるのはふわっち側ですよ。ふわっちが交換して、俺に付与してるんですよ。これ400円で交換しましたってさ、買い物になる。購入をしてるのはふわっち側なんですよ。なんでふわっち側なの？だってふわっちが現金持ってるんだから。口座にお金持ってるんだから。ふわっちなんですよ。じゃあさ、だから、企業がアマゾンギフト券を2万円こう、ね、交換しようとするじゃん。はい。ふわっちが交換してんの？そうですよ。ふわっちの、だって、違う違う。じゃあね、なんで違うか説明します。アマゾンが発行した会社の元、要は売ってる元は、領収書が出るのはふわっちだから。は？わからないですか？なんでじゃあ何、領収書が出てるってどういうこと？アマゾンから。ふわっちが購入したっていうふうに計上してるんですよ。そうです、そうです。アマゾンギフト券。そうです。そんなわけないじゃん。そうなんですって。そんなわけあるんですよ。なんでじゃあ、ふわっちに領収書発行できます？アマゾンギフトを買った証拠として。できないですよ。なんで領収書もらう必要があるの？経費で落とした時に必要でしょう。なんで経費で落とす？ね、経費なんてないから。じゃあ、レシート出てきますよね。コンビニで Amazon ギフトを買ったらレシート出てきますよね。証拠が残るじゃないですか。それを僕らは手にできない。交換してるから。そう。レシートとか出てこないじゃないですか。この場合だと。それはなぜかっていうと、Amazon が売ったのはふわっちだからなんですよ。うん、でも、じゃあ分かった。はい、まあ、ちょっと Amazon ギフト券とか、ちょっとこんがらがっちゃうけど。そう。でね、こんがらがっちゃって、正直に言うとこれグレーなんですよ。法整備が。なんかね、どんどんね、和道がね、わけわかんない。違うの。だからこれを全体を理解しないと、これを全体を理解しないと、ふわっちがポイントであって円じゃないっていうことを理解できないんですって。いや、簡単な話なんだよ。ふわっちポイントは円です。これを理解すれば簡単なんです。それを和道がわけわかんない。歪曲してない。今、既存のシステムの中で僕話してますもん。あ、じゃあわかった。じゃあ、PEX のポイントって、ポイントサイトってあるよね。はい、あります、あります。あれは、ポイントサイトじゃなくなるよな、お前の理論だと。あれはいろんな買い物ができるよ。いや、ポイントサイトですよ。ポイントサイトですよ。あれはだから交換してるんですよ。領収書出てこないですよ。なんで和道が言うに、買い物ができないかったらポイントサイトなんです。買い物じゃないんです。あれは交換してるんですよ。購入じゃないんです。交換なんです、あれは。なんで？ポイントと商品を交換をしてるんです、あれは。交換サイト。交換と買い物の違いは？交換と買い物は全然違くて、買い物っていうのは円を使って購入して、証拠を出してっていうやりとりがありますよね。交換をしてるんです、PEX は。円とポイントの交換サイトなんです。だから手数料を取ってるんです。手数料を取ってんですって、なんで手数料取る必要があるの？それは交換だからか。手数料ビジネスだから。手数料取るから交換ってことか。そうです、そうです。まあ、手数料取るから交換ってわけじゃないんですけど、厳密に言うと。じゃあ、Amazon ギフト券は5000イコール5000ポイントっていうのは、手数料発生しないよな。なんで？あ、だから、ブーメラン発見機さんが言ってるのが正しくて、うん、会社から個人に振り込まれる報酬はなんですよ。だから、それが現金とか、ギフトとか。だから違う。ブーメラン発見機が言いたいのは、ね。ふわっちの報酬は所得税の対象です。個人に振り込まれる。意味わかる？俺たちは今振り込まれてんだよ。ふわっちポイントを。じゃあ、振り込まれるっていうのは銀行に入ることを指すんです。もしくは物を受け取ることを指すんですよ。うん。ふわっちからの収入は贈与ではなく所得となるため、課税所得がある場合には所得税の納付が必要です。俺の言ってることが正しいってこと？違う、そういうことじゃない。それは事実を。そういうことなんだって。違う、それは解釈を歪めてるの、鮫島さんは。ブーメラさんの意見をそうだって。違うの、違うの。これは、ふわっちの収入は贈与でなく所得になります。僕も認めてます。ただ、収入っていうのは振り込まれないと収入に値しないんですよ。だから、所得は収入でしょ？所得は収入？そうだよ、所得イコール収入だよ。だから、贈与じゃないよってこと。収入イコール。贈与ではないですよ。贈与ではない。認める。認めます。ただ、ただね、ポイントサイトとして。課税じゃん。課税じゃん。いや、だから、現金になった時に、もしくは、ポイントサイトでポイントを行使した時に課税されますよ。だから違う、収入イコール所得なんだけど。ポイントもらってる時点で収入なの。ってことは課税対象なの。ね。俺は国税にも確かめてるの。うん、それでいいと思います。じゃあ、そういうふうにすれば。いいと思いますって言ったら、お前は600万だから560万の課税対象。僕は現金に対して課税をします。はい。現金に対して申告をします。以上です。あ、この後に及んでそうすんだ。脱税するんだ、はい。脱税ではないです。はい。脱税じゃん。だって収入なんだもん。うん、ポイントの時点で収入なんだ。ポイントの時点で収入にはなりません。はい。いや、ふわっちの収入は所得扱いなんでしょ？ね、ならないです。そこが間違ってるっていうことです。ってことは600万ポイント、まあ、ポイントか円か分かんない。ポイントでいいよ、ポイントで。それは全部所得になるわけだよね。うん、当たり前じゃん、そんなの。だったらお前は560万に対して、納税する義務が課せられてんだよ。で、あれだよ。お前、これで、もし100、まあ分かんない。まあ20%と考えて100万としよう。100万納税しなかったら、お前、全財産とか、なんで僕が100万、どのロジックで100万納税してないのか。だから、だいたい 20% なんで500万超えると。ちょっと待ってください。なんで僕が100万脱税したことになってるのか話してください。だから、これからの話をしてんだよ。これからって何ですか？僕は税金払うって言ってるじゃないですか。だから、それは過少申告するってことでしょ？脱税行為じゃん。ちょっと待ってください。鮫島さん、どう過少申告したのか教えてください。だってあれでしょ、現金化したものにしか払わないって言ったじゃん。はい。払わないですよ、僕は。それは過少申告だよね。なんで？うん。どうしてそうなったんですか？いや、だから言ってんじゃん、ブーメランさんが言ったじゃん。ふわっちでの収入は所得扱いですと。ってことは、600万だったら560万の申告義務があります。そこに対してお前が200万の移動しかしてなくて、200万の申告したら過少申告だよ、ね。僕だって全部引き出してますもん。いや、わかんない。だって半年経ったらポイント消えるんだもん。だから全部引き出してんだったら600万の申告義務だよね。だからそう言ってるじゃないですか。だから脱税しようがないって。ずーっとそれ僕言ってますよ。僕ずーっと言ってますよ。話終わったの、鮫島さんじゃん。だから円に対してするのか、ポイントに対してするのかって、ポイントに対してしちゃったら、二重課税が出ちゃうからできないってずっと言ってるじゃないですか。二重課税ね。多重課税。出ないよ。出るの。鮫島さんのロジックだと出るの。出るんですよ。なんで出るんだよ。だからさっき言ったじゃないですか。じゃあ、600万ポイントあるうちの400万円を手に入れました。200万円を甘ギフに変えました。400万円をね、課税対象とします。で、翌年200万円を使いました。この分は翌年払いますよ。だから両方とも払ってるじゃん。600万をその翌年払うんですよ。うん。600万をその翌年に払うんですよ。和藤君。じゃあこういうことね。600万の、まあ、ポイントをもらったと。まあ、報酬もらったと。で、400万をお金にして、200万は Amazon ギフト券にすると。じゃあ、Amazon ギフト券に対して申告はどうやってするの？どうやって調べが入んの？入んないよね。いや、Amazon が申告してるから追徴できるじゃん。なんでそれわかんないの？こいつロジックって言いたいだけなんだよ。いや、ロジック言ってないじゃん。いや、言ってんじゃん、ずっと言ってんじゃん、ロジック、ロジック、ロジックって。いや、ロジックは別にこう、普通に使われてる言葉ですよ。使わない、使わない。使われてるって、鮫島さんが使ってないだけ。使わない。いや、うん、いや、俺初めてっていうか知ってるよ、ロジックは。はい。使わないから、会話、日常会話。普通に使うよ。俺、少なくとも俺の周りでは使うし、通用する会話ですよ、ロジックは別に。ロジックは日常的に使われます。はい。和道さん、ガオーさんのコメントをみんな。はい。自分に都合のいいコメントばっかじゃなくて。いや、読んでますよ。だから、鮫島さんリスナーが使わないだけでしょそれ。いや、わかった。和道が今ね。いや、ロジックとかキャッシュフローは使いますよ。税金払って、ちょっと待って。キャッシュフローとかロジックって、普通に個人事業主だったりとか、税金納めてる人使います。個人事業主じゃないんだよ、こいつは無職なんだよ、ただの。ただの無職なんだよ。出たよ。ただの無職の人間が使わないよね。だから。いや、わかるよ。いや、わかるよ。個人事業主で使ってる人はいるかもしんない。でもお前は無職だから。はい。まあいいですけども。なんで、何を思って個人事業主なの？個人事業主の届け出したら個人事業主を。はい。はい。それはわかる。はい。わかるけども、あなたは無職だよ。え、俺無職じゃないんだけど。いや、無職だよ。いや、職業ついてるよ。いや、無職だって。うん。無職なんだって。だからそれは分かんない。個人事業主の届け出してるかもしんないけど、残念ながら無職なんだよ。国の見解は。国の見解無職じゃないですよ。自営業者で通りますよ。ブーメランさん、なんつったブーメランさん。脱税をしていることは筒抜けであると思っておいた方がいいです。特に近年は YouTuber、アフィリエイター、FX トレーダー、配信者など、ネット事業で所得を得ている個人は税務署も注意深くマークしていますと。ね、俺は何回もこのソースを貼ってるけど、これなんですよ。だから、ふわっちのポイントは報酬であって、収入イコール所得なんです。全額、申告義務があるんです。だから、和道が例えばね、今年年間500万もらったとするんだ。460万に対して課税が義務付けられるんですよ。納税の。なんと言おうがね、お前が全額引き下ろしてるのは分かった。それは。そしたらもう話は早いよ。うん、でも、もうふわっちポイントの段階で課税対象だから、翌年に繰り越すのは普通にやってるんですけどね。でも青色申告者なら、まあ、いや分かんない、他の人の話は分かんないけど、俺はふわっちポイントは今まで不透明だったわけじゃん、実際問題。いや不透明ではないですよ。そういうサイトいっぱいありますよ。じゃあなんで和道はふわっちポイントの時点では非課税だって言ってんの？不透明だよね。だって不透明じゃないですよ。だって課税なんだもん、課税対象なんだもん。ってことは不透明だったわけじゃん。でも明らかに透明化されたんで課税対象ですってね。で、自分のその希望的観測で物事語ってる。いや、希望的観測じゃなくて、僕は税務署の人とちゃんと話して、去年それでやったっていう体験談を話してんだから。話してんだよ、俺は。いや、だから、じゃあそれでやればいいじゃないですか。だから俺はやるよ。うん。だから僕が正しいと思ってるロジックでやるんで。お前は脱税者なんだよ。脱税してないじゃん。脱税してないじゃん。うん。でも、はっきりわかるからね。うん。お前がいくらの収入あったか。ふわっちポイントが収入なんだから。ふわっちポイントは収入じゃないよ。だってそんなの。だから収入なんだって。だから収入って言ってる。ふわっちがそんなの国に申告して国の人が理解できるわけないじゃないですか。いや、国に申告するんでしょ。だから、国に申告するのはポイント数ではなくて、売上と支出ですよ。なんなんだよ、その売上と支出って。だから支出を、あれするだろ。申告するだろ。だから支出は申告するって言ってるじゃないですか。ポイントを内部留保されてる部分とかは別に誰に何ポイント付与してますなんて報告しないですよって言ってるんですよ、僕は。いや、しますよ。しないよ。なんでしないの？個人情報保護法知らないんですか？個人情報保護法じゃなくて、そんなもんするに決まってんでしょ。しないです。帳簿。そんな、しないよ。あ、しないんだ。しないです。じゃあ何？俺が例えばもし監査が入って、丸さが入って、この監査、ちょっと最後まで聞いて、監査が入って、それがどこのって言ったら説明義務はありますよ。ただ、全個人情報のふわっちの配信者に何々にいくら振り込みましたとはやらないですよ。国税が入ったら説明義務はありますよ。もう入ってるもん。え？もう入ってるよ、国税。国税がふわっちの会社に捜査が入ってるよ、調査。入ってるよ。なんで鮫島さんが知ってるんですか、それを。だってもうそれ言ってるもん、ふわっちが。え？ふわっちが丸さが入った。国税がマークしてますっていう、まあニュアンスはわかんないよ。入ってますとは言ってないよ、はっきりは。うん。でも、確定申告してくださいねって言ってる以上、どういうことかわかる？言い逃れできませんよっていう段階だ。鮫島さんね、税金をね、納めるときに、ふわっちがね、和道っていう配信者にいくらとかはやりませんよって言ってるんですよ。だから国税が入ったらやるんだろ。国税が入ったらやりますよ。やるんだろ。だからやるじゃん。国税が入るっていうことは脱税してる疑いが入ったから入るんですよ。あ、まあまあまあ、和道君頑張れよ。とりあえず、まあわかんない。和道どれぐらい儲けたの年収、正直。いや、なんでここで言うんですか。僕は言いませんよ。俺300万って言ったじゃん。僕は言いません。なんで言わないの。なんで言わない。言う必要ないですよ、収入なんて。僕だってふわっちだけじゃないですよ。僕ちなみに言うとふわっちだけじゃないですからね、売り上げ。まあどうでもいいよそんなの。うん。ふわっちの話をしてんだ今。いや、言わないです。じゃあなんで月収80万って書いてんのかな。収入言わないんだよね。言わないです、言わないです。それはいいことだと思う。はい、なんで80万って書いてんの。あ、払わないから言わないんだ。でも大丈夫、通報が入ったら間違いなく来るから。あ、全然構わないですよ。はい。必要ないんだ。俺は別に透明化できるからね。やましいことないし。うん。いや、ふわっちが脱税してない限りバレないじゃんじゃなくて、ふわっちがね、これだけのお金がね、今年度、流れましたと。じゃあこれの内訳教えてって言ったら、内訳出すでしょ。だから、丸さが入ったら出しますよ。いや、丸さ入んなくても出すでしょ。だって、ふわっちが疑われるわけじゃん、脱税を。なんでこんだけお金流れてんのって。あ、この人にこれだけの報酬を払いました、この人に払いましたっていうのを出せば、ふわっちはクリーンな企業なんだもん。そんな個人情報を国税求めてないですよ、そもそも。求めますよ。だから申告をしたことがないからそういう話になってるんですよ。申告用紙見たことないですよ。申告云々じゃなくて、求めるに決まってんだろ。お前申告用紙にね、お金の細かい内訳なんかないですよ。違う。鮫島さん、申告用紙の、申告用紙の、じゃあどこに鮫島さんのいくら払ったっていうのを出す項目があるんですか。どこにあるの、その申告用紙のところの法人のところに。知らないよ、それは。知らないで言ってるんでしょ。申告するって言ってる以上。知らない。ふわっちは申告するけれども、個人情報まで渡さないですよって言ってるの、俺は。だから、丸さが入ったら。なんで渡さないの。なんで渡す義務なんかないからですよ。じゃあ黙って。今、確定申告に対して、あなたがいくら配信収入を取ったことを黙っていても、株式会社ジグドット JP は配信報酬を。今、ジグドット JP じゃないですよ、運営は。ちなみに。ジグドット JP だよ。今、ジグドット JP じゃないですよ、運営会社。ジグドット JP です。ジグじゃないって。A インクね、今は。そう、A インク。そう、A インクです。うん。じゃあ、ジグドット JP でもいいじゃん、別に。株式会社変わっても。いや、まあいいけど、まあ正確に言うと、A インクですよ。A インクね、今。はい。うん。それはどうでもいいんだけど、絶対申告してるから。申告はしてますよ。じゃあ、申告してるから、どの人にいくら払ったかって、そんな個人情報じゃねえから。お金の流れだから。だから、それはお金ね。それは円で話してますよ。円で。じゃあ、円なんだよ。円なの。だからポイントは円なの。もう何回も言うけど。うん。なんと言おうがね。うん。なんと言おうがな、和道が。うん。なんと言おうが円なの。それは把握して儲けなっていうの。だから花火もらったら半分は貯金しとかないと首回んなくなるよっていう警告、俺は忠告してんの、お前に。お前を自分の税金額は自分で管理しますよ、それは。まあ、どうなんだろうね。いや、どうなんだろうね。俺はね、和道、ごめん、ほんと申し訳ない。はい。俺別に和道のこと嫌いじゃないけど、これは言わせてもらう。僕も嫌いじゃないですよ、鮫島さんのこと。お前のことは誰も信用しない。自分のことは自分でやるって言って、はい、ね、お前は、はい、まあ、過去のことは言いたくないけども、はいはい。ね、いろんな過ちを犯して、俺も犯してる。はい、でも、お前はそういうことをやってる以上、間違いなく、うん、そういうことってどこのことですか。うん、出していいの。いいですよ、全然。老人詐欺とか、生活保護不正受給。はい、してないですよ、生活保護不正受給。してるよね。もうしてるの知ってんだよ。だから、してたら俺、逮捕されてるって言ってるじゃないですか。逮捕はされない。返金請求が出てる、返金請求に答えてなかったら、だからそれは、返金請求が、ちょっと待って、鮫島さん、返金請求が来てる。鮫島さん、これ名誉のために言うけど、ね、返金請求が来てるってことは、不正受給じゃないってことだよ。だから、不正受給じゃないんだよ。なんでじゃあ何、不正受給した人はみんな逮捕されるの？当たり前じゃないですか。不正受給って犯罪だもん。100% なんか逮捕されないよ。あのね、不正受給って詐欺事件なんですよ。だってお前は詐欺もやってんじゃん、老人詐欺も。うん、詐欺で捕まってますよ。その後追徴だから僕、ぶち込まれますよ、そんなことやったら。知らん知らん、それはぶち込まれるかどうかは知らんけど、それはね。はい、でも、お前ははっきり言って、はい、クリーンじゃないんだよ。クリーンではないですよ。はい、そうですよ。うん。はい。で、ましてや、まあ、お前が はい、年収ね、今年いくら儲けたか知らないし、別にいいけど。はい。僕は税金払いますから。僕はちなみに、鮫島さん誤解受けてるのは税金払います。はい。ただ、鮫島さんが言ってる、そう、ロジックが違うだけなんですよ。僕は、あ、ごめんなさい、ごめんなさい。わかりました、ごめんなさい。鮫島さん、わかりました、ごめんなさい、ごめんなさい。口癖なんです。だからわかりました、すいません。ロジックって言葉は使いません。もっとわかりやすい言葉を使います。鮫島さんとの考えとか見解が違うんです。はい。まあ、それはまあ、しょうがない。まあ、見解っていうのは必ずしも一致しないから。はい。で、僕は、法律がね、まだ間に合ってないっていうのが現状だと思うんですよ。そう。そう。だから、その、税理士さんでも、その、言ってることが変わっちゃうと思うんですよ、現場の人だと。変わる。だから、鮫島さんが電話対応した時の、その人は、その、現金の、現金として使えるのと見なされるんだったら、課税対象ですよっていう。現金化できる時点でってね。できる時点。多分、僕はその言い方ね、現金化した時点でって答えるのが正しいと思う。いや、俺聞いた、それで。現金化した時点ですかって言ったら、できる時点ですって言い直された。うん。それだと、二重課税になってしまうから、僕は現場の。だから、そこは、ちゃんと話すでしょ。話せばわかるでしょ。ああ、照らし合わせればわかるでしょ。うん。そうなると二重課税になっちゃうから、ならないでしょ。なるんです。だからそれはね、ちゃんと照らし合わせればならないでしょ。ね。例えば、じゃあ560万申告して、で、じゃあ口座に500万移しましたと。あ、60万 Amazon ギフト券にしたんですって照らし合わせれば、あ、じゃあこの収入で合ってますねってなるじゃん。なりますよ。なんで二重課税になるの？なりますよ。いや、だから。ならないじゃん。ならないでしょ。俺はだから、フワッチポイントもらった時点で課税対象って。だからそれでやってください。僕はそれで構わないと思います。そういうやり方もありだと思うんです。これが間違いないんだって。うん。はい。あ、そう、これだけ言ってもお前は理解できないか。理解できないんじゃなくて、その仕組みを採用しちゃうと。じゃあさ、わかった。和道さ、今、お抱えの税理士の一応。僕はいないです。個人で。自分でやってます。あ、個人でやってるんだ。はい、自分でやってます。あ、個人で経費を落とそうとかしてんだ。そうです。大変なんです。大変なんです。はい。まあね、僕はまだ雇ってないです。僕は個人です。まあ雇う必要ないもんね。いや、高くて、正直まだ、もうちょっと安定してからじゃないと、採算が合わないんですよ。まあまあまあ、わかんない。まあ、それはそうだな。まあ、お金月2万とかかかっちゃうな。かかっちゃうし、だったら自分でレシート管理しようとかやってます、僕は。はい。正直、僕は雇ってないです。うん。はい。まあ、個人でやってると大変だけど、でも、間違いなくフワッチポイントイコール収入だからね。これは勘違いすんなよ。マジで、俺もそれ疑問だったの、ずっと。フワッチポイントってこれ何なんだと思ってたの。まあ、でも、非課税なのかなと思って、俺はでも、花火をセーブしたんだよ、今年。いや、それは正しい判断だ。俺も和道側の考えだったの。最初は非課税なんだろうなって。いや、非課税だって言ってるわけじゃないんですよ。そこの解釈の問題であって。いや、違う、聞いて。俺も確かにポイントは現金化するまでは平気だと思った人間なの。でも、いろいろと調べた結果、はい、ちょっと待てよって。自分の中でそれがどんどん自信がなくなっていったの。多分ポイントで持ってる以上は、まあ、PEX までは平気なんだろうなって。いや、でも、明らかおかしいよなって、それじゃあ。脱税なんかガンガンできんじゃん、そんなんか理論が通ったら。で、俺は昨日と今日電話して聞いたら。脱税にはできないんですよ、僕のロジックでも。だからできちゃうじゃん。できないんです。いや、できるじゃん。できないんです。なんでフワッチポイントは非課税だって言って。だからそこが鮫島さんとの誤解なんですよ。できないんですよ。だから分かった、聞けよ、最後まで。もうどうでもいい誤解だから。はい、でも国税に電話したらはっきりと、配信収入である以上、それは課税対象ですって言われてんの。それは現金化した部分に関してですよ。違うの。現金化できる時点でって言い回しなの。だから俺もそう思ってたの。現金化した時点だと思ったけど、はい、そんなことないですよって言われたの。はい、現金化できるものに対してはもう全部課税対象ですっていう見解なの。で、俺聞いたPEXもそうなんですかって言ったら、PEXでも現金化できる以上は、課税対象。現金化できるっていうのはしたってことなんですよ、その人が言ってるのは。違うの。いや、だからなんでできるを下に強引にねじ曲げんだよ。いやだってポイントに課税なんてした事例なんてないですもん。だから現金化できる時点で課税対象。いやいや この法律でね、ポイントに対して課税した事例なんかないですよ。だから違うの。だから事例がないんだったらこれから出来上がるんじゃないの。じゃあ今までのポイントに課税をしたっていう事例あります？だから今これからされんじゃない？されないですよ。事例ってのはこれからどんどん増えていくもんなんじゃないの？知らない。だってポイントがね、ポイントを金券扱いに変わったのって2年前ですよ。だからじゃあ FX が課税対象になったのはいつ？はい、FX が課税対象？ FX は前から課税対象ですよ。毎日毎日目まぐるしく変わるんだよ。いやいや、FX、今まではそうかもしれないけど、鮫島さん誤解を受けてるのが、ね、稼いだら全部課税対象なんですよ。パチンコも競馬も。それをやってない奴がいるだけですよ。そう。だから違う違う。こうちゃんが今言ったけど、ポイントは、換金、現金ができる以上、現金とみなされるの。みなされるの。法律で法整備がどうこうじゃないの。ね、事例があるないじゃないの。現金ができる時点でこれ現金でしょって言ってんの。国税局が。T ポイントは値引きなの。うん。T ポイント、ヤマダ電機のポイントは値引きたの。あれは。ね。国税局に電話すれば間違いなく今のことを言われるわけ。で、今、俺は昨日と昨日電話して。そうなんですよ。昨日は。はい。いや、それね、俺はちゃんと調べてないと思って言ってるじゃないですか、鮫島さんが。多分。で、僕、さっき言ったと思うんですけど、PDF とかちゃんと国税局のとか、お前は調べる人間だと思うよ、はい、俺は。で、お前はちゃんとそういうのやる人間だと分かってるけど、はい、明らかその PDF っていうのは、いつのか、俺は昨日と今日電話してんの。うん、分かります、分かります。で、ましてや、お前の見せた PDF っていうのは、明らかにポイントサイトを歌ってる場所の話なの。ふわっちはポイントサイトじゃないからね。いや、ふわっちが、その、ポイントサイトじゃないっていうのが、その、無理があると思ってるんですよ。ふわっちはポイントサイトじゃないの。ね。そもそもここで和道はちょっと間違ってんだよ。わかる和道は勉強熱心なのかわかんだけど、うん、ふわっちはポイントサイトじゃないの。うん。いや、ポイントサイトなんですって。ポイントサイトじゃないの。ふわっちがポイント。リスナーさんがふわっちポイントを所持することあるかないだろな。いや、ポイントサイトなんですよ。いや、じゃあ、この PDF は古いし、そもそも、ふわっちサイトに対して当てはまらない話。この PDF は古いってどういうことですか？いや、古かったら悪いんですか？だって国が公式に発表。法律はどんどん変わってんだよ。しかも、ふわっち鮫島さん、法律が変わるのって2年、3年かかるんですよ。ちょっと待って、最初のその、ようやく見せて、ルーツの場所。ようやくどこですか？ルーツ一番上。ここですか？ようやく。はい。ちょっと待って。上だって上。そう、上。ちょっと待ってね。これの上ですか？ラグがあるから。はい、その要約で、企業が消費者に対してポイントを発行し、消費者がそのポイントを特典に利用できる仕組みは、ポイントサイトなんだよ。意味わかる？ふわっちポイントは、消費者に対して。いや、現金、電子マネー、商品検討も交換が可能なものって書いてあるじゃん。いや、書いてあるじゃないですか、現金って。だからできる仕組みなんだよ。わかる？いや、だから、ふわっちで現金できるじゃないですか。電子マネーに等価交換だよね。要するに和道。いや、だから、この中の定義に入ってるじゃん。ふわっちのポイントってのは、配信者の報酬だから、配信者が買ってるんだよ。いや、だから、現金に交換できるものに。聞けよ、最後まで。純リスナーの緊張るは、ふわっちポイントってものを所有することはないんだよ。わかる？わかりますよ。で、さらには複数のだから、鮫島さん誤解してるのが、現金化しない配信者なんかいないだろうっていう、蓮さんの言ってることに尽きるんですよ。複数の企業で共通のポイントが発行され、それらの企業における代金支払いの充当や、特典の交換が行われるものもある。まあ、これは最近来たサービスだよね、新しい。ふわっちにはないよ、そのサービスは。どこのことですか？もう一回言ってください。だから、他の、なんか、例えば、提携のお店ができたりとか。ポイント？だから、Amazon ギフト券とかはこれに該当するんですよ。それは提携じゃないだろ？提携ですよ。提携じゃねえよ。PEX とか提携してるじゃないですか。PEX は提携じゃねえだろ？あれは、ポイント移動してるだけだよ。ポイントってか、お金を移動してるだけだよ。うん。提携じゃねえんだよ。うん。いや、ポイント移動。だから、ふわっちはポイントサイトじゃないの？はい。うん。意味わかる？はい、消費者に対してポイントを発行して、消費者がそのポイントで言っちゃえば、だから、仮想通貨って言い方かな、まあ仮想通貨とは違うけど、まあ例えば炎天だよな、はい、あったよな炎天で、はい、あれはポイントサイト扱いなのかもしれない。あれは独自のポイントに対してそれでお米とかと10日交換、うん、ね、例えばレンがね、じゃあ不発ポイントを50万ポイント買いましたと、うん、それで中でやりくりして、例えばあじゃあお米買おうかな、味噌買おうかなっていうのがポイントサイトの多分定義だと思うの、俺が。俺も間違ったことあるかもしれないけど、でもこれはほぼ正しいと思う。でも、ふわっちポイントっていうのは、独自のポイント、ね、言っちゃえば言い回しなだけなの。だから、まあまあ、新しくできた、新しいロジックなのは、そうだと思いますよ。もうやめろ、ロジックってイラッとする。あ、ごめんなさい。はい。新しい考え方なのはわかりますよ。ただ、それを鮫島さんが断定的に決めつけるっていうのが、僕はおかしいと思ってるの。だから、俺が決めつけたんじゃないんだって。俺が決めつけたんじゃないんだって。いや、だから、俺が言い出したんじゃない。だから、いや、それ税務署の一職員が決めたことを法律だって言い張るのは僕は強弁だと思うっていう考え方です。うん。うん。だから、ポイントサイトってなんで非課税かって言ったら、そのポイントサイトの中での世界の話じゃん。ふわっちポイントってその世界で終わってないんだよ。うん。うん。じゃあ、違うんだよ。ふわっちポイントをもらった段階で所得なの。なんでこの言い回しがわかんないかな。報酬イコール収入イコール所得なの。ポイントを付与じゃないの。うん。あ、しかも今の PDF 全く意味ねえじゃん。あくまでポイントプログラムってあったよな。うん、ああ、今見せましょうか。トップ運用の仕方が書いてあるだけでしょ。それはポイントサイトの。違います。ポイント加入者の関わる所得税の課税関係についての、なんでそれがふわっちに関係してんだよ。だって、企業が提携するポイントプログラムの関わる。だから加入者なの俺たち、ポイントプログラムに対して。加入してないよね。加入してると思ってるんですけど。ポイントプログラムを使ってる。企業が提供するポイントプログラムの加入者って何、加入者って。要はそのサイトを使ってるってことですよ。だからそこでのポイントの、はい、なんかもう、それ多分その PDF 間違ってんな、全然。間違いなく。この PDF 間違えてるは言い過ぎじゃないですか、さすがに。間違ってるでしょ。だって今、ふわっちゃポイントプログラムとかわけわかんない。だってこれ、税務大学校の税務研究教官が。ふわっちの今、基本方針ね。はい、それを見る限り、はい、ポイントプログラムとか何にも書いてないんだけど。うん。いや、だからポイントプログラムの定義はこの中に書いてあるんですよ。違う。ふわっちのサイトがポイントサイトだっていう文言は一切ないんだけど。ふわっちポイントって書いてあるじゃないですか。だからそれは言い回しでしょ。言い回しの話でしょ。いや、言い回しじゃなくて円じゃないんだもん、ふわっちポイント。だから円じゃなくても言い回しでしょ。言い回しの問題でしょ。うん。いや、言い回しの問題ではなくて、円ではないですから、ふわっちポイントは。うん、だ言い回しの問題でしょ、ふわっちポイントとかは。うん、いや、違うって。だから、現金化できて初めて僕の口座に入った円なんだ。だから、言い回しでしょ、ふわっちポイントは。だから、違うって言ってるじゃないですか。うん、じゃあ何、ふわっちはこれが円っていうふうに言ったら。そう、捨て赤さんのコメント通りで、怒涛の価値はあるけど、円ではないっていうのが僕の見解です。だから、同等の価値があるんだったら、円でしょ。はい、いや、円ではないです。いや、例えばヤマダ電機のポイントとはわけが違うんだよ。あれは1万円の値引き分のポイントなんだよ。これは値引きじゃないんだよ。お金なんだよ。同等のお金の価値が。お金ではないです。だから買い物ができないんだから。うん、国税局による有識者の公式見解6月30日発行。まあまあ、新しくはねえな。うん、そう、僕も思うグレーゾーン。しかも去年じゃねえかよ、去年。いや、古かったら悪いっていうのは、僕は思わない。古かったら、ふわっちっていうサイトが多分なかったら、これは関係ないよね。うんうん、しかも、研究と結果ってなってるらしいけど。研究と結果ですよ、これは。換金できる時点で現金なの。っていう法律はないですよ。だ法律がなくないの。そうなの。いや、僕はグレーであることは確かだって言ってるけれども、法が、鮫島さんは法が決まったって断定的に言ってるじゃないですか。それが間違ってるっていうこと。だからじゃあ何、和道が例えば年収600万か、ね、例えばふわっちポイントをもらったとするよな、はい、それはお金の価値だよな、一応、現金に。いや、お金の価値ではないっていうのが僕の意見です。じゃあ何、だったら、それは600万じゃないの、はい、はい、そうです。イコール600万じゃないのじゃないです。僕は違うと考えてます。600万円。じゃあ何なの例えばビットコインは円に相当するものだ。最後まで聞いたよ。ビットコインも同じで言ってたの。今、ふわっちの話してんだよ。だから、ふわっちでいいのいいのだから。お前はわけわかんない方向に。いや、持ってかないのあのね、ビットコイン。いや、持ってってないの。やめろ。いや、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 やめないです。ビットコインっていうのは、円に換算したときにそこに税金が発生する仕組みなの。だから、これはビットコインじゃねえだろ。ビットコインもだから円として換算できるようなものだけど、円ではないじゃないですか。だから、ふわっちポイントは円ではない。円ではないの鮫島さん、しつこいっすよ。ふわっちは円ではないの。ふわっちは円相当のものなの。お金だって言ってんの、俺は。いや、お金ではないです。通貨発行権は民間企業には、そんな権利はないです。通貨発行権じゃなくて、お金を俺たちに報酬として払ってるから、発行なんかしてない。だから、払ったら払った分は課税対象ですよ。だから、ふわっちポイントは課税対象ってことだね。違います。なんでふわっちがね、払った分に対して課税をするんです。だから、払った分に課税するなら、ふわっちポイントは課税対象だね。だから、ふわっちから現金化した部分が課税対象なんです。だから、なんでなんだよ。なんでって、そういう法律だからですよ。だから、そういう法律は、誰がそういう法律を作ってんだよ。え、何ふわっちのポイントは国が作ってるんです。いや、国は作ってない。そんなこと明言してねえべ。法律は国が作ってるんですよ。国会議員が作ってるんですよ。だから、国会議員が作ってるからって言って、税務署がそう判断したら違うから、今法整備されてないだけで。だからされてないってことは法律がないってことじゃないですか。法整備されてないよ。これからされるんですよ。だからもう、何なんだろうな。はい。俺は国税局に電話して、それが放送の録画に載ってるのに、それを流さないんだよ、お前は。だから、それが間違い。明らかに言ってんだよ。そこで喧嘩を出してんだよ。いや、だから、それにのっとってやればいいじゃないですか。僕はそのルールにのっとってやらないですから。法がそうなってないんだもん。僕は税務職員にそう言われても突っぱねますよ。例えばね、ちょっと待って、レン君、100万ポイントあったよね。で、バンされるよね。で、なくなるよね。それは自分のミスだから。損金参入とかいう、まあちょっとわかんない。でも、ふわっちをバンされるのは、お金を、ね、ゼロにする行為ではないでしょ。イコールゼロじゃないでしょ。自分が規約違反して、ペナルティを受けたことによって、そうなったわけでしょ。それは知ったことじゃないよ、ふわっちの運営も。うん、国税局とかも知らないよ、そんなの。いや、100万円あった収入あったんだから、それに対してね、課税はされるでしょっていうのが、見解でしょ。ね、財布落としたから、ね、お金払わなくていいでしょってわけになんないでしょ。ご飯食べても。だから、バンの場合は関係ないです。それは自己責任。それはふわっちの運営のさじ加減だから。自分がルールじゃない。俺はだから、その、全部を、見解を理解して言ってるの。だからもう、間違いなく課税だから。いや、ありえないっす。だから、ワド、全額使っちゃってんでしょ、正直に言え。いやいや、使ってるか使ってないか、僕の勝手ですよ、それは。だから使ってんのはわかるんだよ。わかる。いや、まあ、ご想像にお任せします。はい。で、税金払えないよな、来年。でも、間違いなく進められるよ。いや、構わないですよ。そしたら、間違いなく全部差し押さえだから。もう全然構わないですよ。最悪なケースを言ってるよ、俺は。俺は最悪を。はいはいはい。例えば、和道が来年わかんない。まあ、80万の税金払えと。本来はね。はい。例えば、じゃあ、ふわっちポイントが課税対象で。いや、追徴課税のことは僕理解してますよ。いや、追徴課税でも何でもいいんだけど、はい。それで、お前は、家財道具一式全部差し押さえだよ。あ、じゃあ、鮫島さん、この質問面白い。配信サイトが潰れたら、それでも僕ら税金払うんですか？当たり前じゃん。報酬払ってんだもん。ポイントを600万円保有したまま。すごいわかりやすく言おう。ソープ場ってのは箱を借りて仕事やってる。ちょっと待って、鮫島さん、600万円を現金化してなくて、サイトが潰れたら僕600万円の税金払うの？当たり前じゃん。報酬払ってんだから。じゃあさ、例えばじゃあ企業であるよね、親会社が、例えば1000万の小切って切るような、でも不当たりなんてことは、日常茶飯事なんだよ。いや、払わなくていいですよ、それは。いや、払わなくていいですよじゃなくて、払わなきゃいけないんだよ。いや、だから、そこが、いや、わかんない、それはわかんない、ふわっちが例えばね、いや、だから、倒産して、例えば、確定申告あるじゃん、その次の年。申告したら払う。じゃあ、アイラが7000万円分のポイントを持ってて、倒産したらアイラが7000万円分の負債を負うってこと？じゃあ分かった。潰れなかった。分かった。それはちょっと俺に。だから現金化した時に払うべきだっていう論なんですよ。何が違うんですか？だって払うしかないじゃん。だって、そんなの。だから現金化もクソもないんだよ。貯金しとけって俺は言ってんだよ。別にふわっちでポイントを保有しとけって言ってないの、俺は。全額、貯金しとけって言ってんの俺は。サメさん、ごめんなさい、ちょっとトイレ行ってきてもいいですか？申し訳ないです。すいません。はい。じゃあ潰れたらどうかは分かんないな、ちょっと俺には。確かに払わなくてもいいとは思う。もうそれを現金化してなかったらね。いや分かんないそれは。でもふわっちでポイントがある以上は何かしらあるんじゃない？分かんないけど。ただ給与未払いで、でもまあ分かんないよね。なんとも。でもふわっちのポイントって現金収入、まあ収入所得って言われてる以上は払わなきゃいけないのかな。それは分かんない、ちょっと俺は。うん、俺はね。ちょっとその潰れた潰れてないに関しては分かんない、なんとも言えん。うん、いや分かるわけないじゃんそれに関して、俺に聞かれても、うん、分かるわけないじゃん俺に。潰れたら払わなきゃいけないんですかって言われても、いやそれは俺専門家じゃないし、何かしらの何かはあると思う、措置が、救済は。うん、そうで、だからで、例えば従業員に給料未払いで倒産する企業もある以上なんとも言えない。ただそこに関しては、わかんねえな。給料未払いで会社が潰れた場合、従業員は税金払わないですよ。ちょっと待って、鮫島さん。会社が倒産して給料未払いなのに税金取る税理士なんかいないっすよ。税務署員なんていないっすよ。でもそれは月払いだよね。でも、ふわっちの場合は、毎日日払いのようにお金を渡してるから。だから、それはPEX、違う。それはPEXと僕の契約になるんです。それはPEX。違う。違くないです。ふわっちからポイントもらってるよな。例えば今日今。違うの。ふわっちが払ったことにならないんだって。500円もらうよ。いやだからそれが見解の間違いなんですよ。そしたらお前が銀行口座に移さないのがお前のミスなだけで、国税局とかはそれを払えって言うかもしれない。それはわかんない。普通の雇用形態と違う。いや言われないっすって。言われないっすよ。ポイントには課税されませんって。いや、わかんないって、これは。これに関しては。だから、鮫島さんだけなんですよ。分かってないの。税金のこと分かってない人がそう言ってるだけなんですよ。だから、税金のこと分かってなくても、俺は国税局に電話してるっつってんだよ。分かんねえから。いや、だから現場の担当員が間違ってただけなんですって、それ。間違ったことなんか言わねえよ。言いますよ、結構。現場の人って。いや、言わないから。言います、言います。じゃあ、お前も間違ったことを教えてもらってるかもしんねえじゃん。まあまあ、その可能性はあるかもしんないけど。お前専門家なのかよ。専門家じゃねえべ。なんで俺のこと否定すんだよ。え、だって、そう、法律上そうなってるんだもん。現金だから。うん、あ、ふわっちをね、PEX で経由する場合、3点方式だよ。うん。なんで PEX が3点方式なんだよ。だって会社3点でかましてるじゃないですか。ふわっちから PEX、PEX から自分3点じゃないですか。だから PEX 利用した場合は3点方式ですよ。なんでその、現金化した時点で、課税っていうのがよくわかんないんだよね、俺。だって税金ってお金に対して。放送に載せてるっつってんの、録画。見せろっつってんのに、こいつは見せないの、かたくなに。いや、いいですよ、だからそのロジックで。いや、いいですじゃなくて、そこで見解が出てんだから、わかった、じゃあプロが間違ってんでしょ。はい。プロが間違ってるっていうワードは。間違ってるっていうよりも、法律で整備されてない以上、現場の職員がそういうこと言うのは、僕は間違ってると思いますよ。だから言ったんだよ。いや、だからその職員が間違ってるだけだと思いますよ。ポイントイコール現金なんだって。もうなんでいいんだろうな。ポイント、じゃあ分かった。PEX を経由しないでも、現金化できるよな。はい、できます、月1回。ふわっちな。できます。それはどう説明するの？だから現金化した部分のね、証拠を取っておいて、通帳に記載して、その部分を税金で納めるって僕ずっと言ってるじゃないですか。違う。3点方式じゃないじゃん。じゃないですよ。だから僕は3点方式の前提は PEX を経由した場合は3点方式ですよって言ってるじゃないですか。だから2点方式でもあるじゃん。ありますよ。だから、PEX を、もう一回言いますね、僕。じゃあ分かりました。鮫島さん、よく聞いてください、日本語。PEX を経由した場合は3点方式に値しますって僕は言いました。言ったね、言った。はい。PEX を経由してない場合は、なんで3点方式って言ったの？だから、PEX 経由したら3点方式だって。なんで分かんないの？ 3 点。じゃあ分かった。じゃあ、ワードは言いたいんだ、こうやって。ふわっちのポイントは、まあ、例えば、パチンコ屋でもらう小豆の豆みたいなもんだって言いたい。そうです、そうです。じゃあなんでふわっちから直にゆうちょで振り込みとかあんの？だからその場合は2点、まあ普通に直契約で。いや、なんであんの？なんであるって選べるだけですけど。だってパチンコ屋ないじゃん、普通に。パチンコ屋で。パチンコ屋は違法ですからね。だから3点をかまして合法かっていうグレーを採用してる。なんでお前は3点方式って言ったの？だって合法、別に違法じゃない。3点方式じゃないですか。3点方式ですよ。合法ですよ。なんでふわっちがさ、配信報酬っていう歌い方してんのかな。だから報酬は払ってるじゃないですか。直で受け取れるんだから。ってことはそれは所得になるよね。受け取った場合ですよ。受け取った、いやだからポイントは税金かからないってずっと言ってるじゃないですか。だからポイントが税金かからないってなんでお前がいちいち PEX に移動した金額とか、はい、PEX から金銀行口座に移した金額とか、なんでふわっちはどうやって把握するの。把握する必要ないし報告する義務もないですよ。じゃあなんで確定申告どうするの。ふわっちはだから自分の売り上げの分と支払った分を報告すればいいだけじゃないですか。そうだよね。だからそれが言っちゃえば申告義務になって、はい、我々もそれに対しての申告義務が発生する、ね、いやだから PEX に払いましたよこのアカウントはって報告すればいいじゃないですか。はえ多分そうやってやってますよふわっちは。いやそうやってやってますよっていうかどういうこと。いや今だからお前が一時 PEX から5万下ろした1万下ろしたそれは PEX が報告する義務があるんです。PEX が報告する義務があるの。はい。だって PEX のサービスなんだから PEX ポイントは PEX で現金化したものは PEX が言うんです。 PEX とふわっちがやり取りした部分は PEX とふわっちが報告するんです。僕はごめんね、はい、リスナーさんに言うけどポイントイコール現金ならコンビニ行ってふわっちポイントで買い物できるのかって、必ずしもそれが現金じゃないでしょ。現金化できるものに対しては課税対象なの。じゃあ、家に対して固定資産税が発生するのはなぜ。あれ、コンビニで買い物できないよね。現金じゃないよね。もう一回言ってください。例えば、持ち家あるじゃん。持ち家、ね、はい。そこに対しては毎年固定資産税ってかかるよね。かかります。かかるよね。はい、でも家じゃんね。現金じゃないよ。コンビニで買い物もできないよ。だから固定資産税なんじゃないですか。固定資産に対する税金なんだから。だから、ふわっちは雑所得って扱いになるんだよ。雑所得だと思いますよ。雑所得だって言ってるじゃないですか、僕。だから、ふわっちポイントの段階で雑所得なんだよ。違います。なんで違うの。だってコンビニで買い物できないけど。だからさっきからずっと説明してるじゃないですか。だからポイントのまま倒産したら僕らが税金払う義務なんかあるわけないからですよ。お金になってないものに税金かけることなんか、うん、日本で行われた事例なんかないし、そんなこと国がするべきじゃない。お金じゃないって言ってるんですよ。買い物できないんだから。お金じゃないんです。ポイントなんです。1ポイントイコール1円って言ってんの。歌ってんの。1ポイント1円の価値がありますよって歌ってるんですよ。お金じゃないです。お金じゃないんです、ポイントは。なんでわかんないですか、逆に。なんでわからないのかがわかんないです、僕。なんで、ふわっちポイントイコール円だと思うのかがわからないです。いや、だからポイントの現金化できる時点でお金なんだよ。いや、お金ではないです。現金化した時点でお金なんです。じゃあ、その今、ちょ待ってね。はい。ちょっと待って。ちなみにゆいがさんから1時間前に来たんですけど、ゆいがさんも、うん、お金に変わった時点で課税だって言ってます。ゆいがなんか金ねえだろあいつ。すいませんでした。ゆいがなんか税金とかのことわかんねえ、はい。はい、すいませんでした。はい、その通りです。ゆいがなんか関係ないよ。はい、1ミリも。僕もそう思います。ゆいがなんかバカなんだから。はい、僕もそう思います。はい、本当すみません。ゆいがの意見なんかどうでもいいんだよ、もう。はい、すいませんでした。金ない人間の。はい、本当にすみませんでした。しかも、ふわっちやってないんだから。はい、その通りです。はい。うん。僕もそう思います。でも、絶対にふわっちの、はい。まあ、多分俺はだよ、あくまで。はい。まあ、ワドの言い分もわかる。俺もその言い分だったから。ちょ待ってね。でも、ポイントをお金に変えた時点で、ね、税金払ってるんだったら脱税ではなくないですか？うん。なんでそこにこだわってるのかがよくわかんないんですよ。だって、その600万円って実際お金に変えて使うわけじゃないですか。だからお金じゃん。わかんない。変えて使うかわかんないじゃん。それは人によって。でも、ポイント、Amazon に変えても課税義務は発生するんですよ。でも Amazon じゃ分かんないじゃん、その段階では。いや、不透明じゃん。いや、不透明じゃないって。不透明じゃん。Amazon ギフト券に変えたかどうかなんて分かんねえじゃん、そんな。いや、分かるでしょ。なんでヘラヘラすんだ。いや、だってなんで分かんないって思うのか分かんないですよ。お前、バカにされてんだったら、もうそうやって見なすよ。いや、違う。俺は、なんか何を言われてるのか分かんないんですって。だって、それふわっちも同じ理論じゃないですか。ふわっちポイントだろうが、Amazon ポイントだろうが、楽天ポイント。分かる意味。分かんないです。だから要するに枝分かれするだろ。いや、確定申告って自己申告制なんですよ、そもそも。で、嘘ついたら罰金っていう制度が。申告するから、脱税はできないよっていう。いや、っていうか、一般企業どこも脱税なんかしてないですよ。したら叩かれるんだから。叩かれるんだからっていうか、お前は叩かれて叱るべきじゃん。まあ、わかる、知らないですけど。だから、スーパーのポイントは値引きだって。ね。俺はこれ結構最近勉強してるからわかるんだけど、ふわっちポイントに関しては収入なの。でも、鮫島さんが1000万稼いで、ポイントをストックしてて、年末一気に1000万を。まあ、仮にじゃあ、アイラが、ポイントを貯めてて1000万円分、ね、現金化してない段階で潰れましたと。ポイントがうやむやになりました。で、1000万円のうち半分の500万払ってくださいって言ったら、強すぎる。和道が言うには、1000万のポイントをPEXまでは非課税って言いたいんだろう。PEXを現金化した、もしくはPEXで買い物した場合は課税かかりますよ。PEXに置いとく分には非課税なんだろう。あ、非課税だと思いますよ。ただ、ちょっと、鮫島さん、待って。これを説明しないと誤解を受けるから。PEXに変えた時点で非課税っていうパターンもあるし、それを、ね、青色申告の場合は資産として報告することもできる。要は選べるっていうのが俺の見解。だからそれは、おのおのが決めればいい。なんでかっていうと、来年なのか再来年なのか、現金化した時点で、絶対に課税はされるから。じゃあ分かった。ふわっちポイントの段階では、非課税だってことだよね。その通りです。うん、はい。どう違うのPEXとふわっちのポイントの。別に変わんないですよ。同じ扱いです、僕の中では。まあもちろん現金化は分かるよ。そう。ただ、なんでふわっちポイントをPEXに移動するかっていうと、有効期限が半年だから。じゃあそれはだって自分のあれでしょ、損金算入ってやつでしょ、有効金が半年だからとか、それは勝手にふわっちが設けた基準じゃん。そうです。なんでそれがなんか理由になるの？理由になるってことですか？ふわっちが設けた基準でしょ。はい、半年だとか。銀行口座だって、ね、金の出し入れがなければ何年かで口座なくなりますよ。お金だけどね。銀行に入れてたお金って何年か経つとなくなるんですか？なくなるよ。移動の気配とか、全く使ってる気配がなかったらなくなるよ。執行するよ。僕がみずほ銀行にお金入れ、何年で執行するんですか？お金、僕は。いや、わかんない。何年だったかわかんないけど、はい、何年だって銀行口座がなくなるの。5年かな。5年間口座にお金入れっぱなしにしとくと、僕のお金なくなるんですか？だから何もね、出し入れとか、そういう、あれがないとね、動きが。口座なくなるって。口座はなくなる。で、お金もなくなるんですか？僕の。もちろんなくなる。もう、だから申請すれば戻るよ。あくまで。5年だっけ？ 5 年でなくなるよね、確か。銀行口座って。ちょ待って、今調べる。まあ、俺も銀行口座5年も放置したことないから。うん。うん。ちょ待って。銀行口座10年放置で権利消滅。権利消滅だって10年。銀行口座10年。でも、別にお金自体がなくなるわけじゃないですよね。いや、国が強制的に社会生活困難者の指南など、なんかそういう風に使うんじゃない？コメントちょっと面白かったね。カタカタ聞こえたじゃないですか、今。鷹の花親方の9号調べて。10年か。うん。うん。10年、なくなる。うん。いや、わかんない。金額とかはわかんない。ちょっと、詳しいことは。だから、要は、お金がなくなるね、執行期間があるから、ね、これは現金じゃないとかいう考えが違うと思う、俺は。うん。そう、休眠口座。要はそういうことでしょ。ポイントの移動がないってことは。うん。それは別に何の、あれもないよ。いや、だから俺が言ってること正しいでしょ。銀行口座なくなるんだから。いや、わかんないよ。いくらあったかとか、そこもあれば。うん。だったら、ポイントを移動しないやつは、ポイントなんかいらないってことだよね。半年間。だから別にそれ問題ないじゃん。それがなんか、お金じゃないっていう意味にはなんないよねっていうことを言いたかった、今。まあ、口座がなくなるのはわかりますけど、別に引き出せると思いますよ。権利として自分のお金じゃない。いや、多分消失だと思う。それは。多分ね、俺はほら、なくしたことないから分かんないけど。いや、絶対そんなことないです。戻ってきます、権利。そんなことないですじゃなくて、調べてんだから待てよ、今。はい。ね、そんなことないですって、もう、それはもう分かったから、もう、お前のね、そんなわけないですって意味が分かるけど。はい。休眠口座になって、はい、まあ、多分分かんない、20年とかなんか期間がある。だから要するにお金は、はい、銀行口座とかは動きがなければ消滅するもんなんだよ。うんうん、もちろん申請すれば戻るとかはあるかもしれない、それは。うん、それは分かんない、そこは。はい、その俺はなくしたことないからね、休眠口座とかまだないから。はまあまあ、うん、なかなかないですよね。うんうん、だから半年間ポイントを、半年ポイントをね、放置することはなかなかないじゃん。はい、別にそれに対してお金じゃないよって考えには至らないと思うのね、俺は。うん、俺はね、あのね、半年でなくなるから、ね、あ、コメントに反論していいですか？いいよ。KK さんね、それはない。なんでかっていうと、花火を投げる以上、運営さんに半分投げちゃうから、要は節税スキームとか脱税スキームにならない。そんな半分持ってかれるような仕組みで脱税スキーム作らない。金持ちと。何？あ、大丈夫です。はい。いや、わかんないじゃん。半年でポイントが消失するとか言われても、それが何なのって話じゃん。うん。何なのって言われても。いや、だから何なの？半年でポイントなくなるから現金じゃないって言いたいんでしょ？いや、そもそも現金じゃないって言ってます、僕は。なんだ、どこを持って不発ポイントを現金だって言ってるのかが全く理解できないです、僕は。じゃあ、お金をもらってるからだよ。お金をもらったのはお金をもらったんですよ。ポイントはポイント、お金はお金って僕は言ってる。え、じゃあ花火はお金じゃないの？花火はお金じゃないですよ。アイテムです。じゃあ何なのこれ？アイテムです。サービスです。いや、お金じゃん。いや、お金じゃないです。え、アイテムじゃないでしょ？お金だよね。いや、お金じゃないです。アイテムです。サービスです。ガチャとかと一緒です。違うでしょ？わかったわかった。口座のことはわかんないわ。まあ話も。あ、口座はいいっすね。はい。口座はもういい。それはわかった。はい、戻せるのもわかる。それは印鑑とか出してんだから。まあ、ふわっちだ。要は、リスナーさんは花火を買ってるんです。サービスを買ってるんです。だからお金をもらってんだよね、それで。いや、もらってるんじゃなくて、サービスを経由してるんです。いや、お金をもらってるよね。お金ではないです。サービスです。いや、だからお金じゃん。お金じゃないです。プログラマーが一生懸命エフェクトとか、イラストレーターが絵とかを描いてるんです。お金じゃないです。は？絵を描いてるんで、お金じゃん、俺たちがもらってるのは。イラストレーターが絵を描いてる。いや、お金をもら、リスナーさんから直接お金をもらってないですよ。そう、パチンコの玉と一緒。そうそう、パチンコの台の遊戯とかと一緒です。リスナーは、ウェブマネーで買ってるわけだよ。はい、花火とかをね。買ってます。ウェブマネーとかクレジットカード決済とか、はい、まあ iTunes とかいろいろあるけど、はい、ね。言っちゃえば、ふわっちポイントなんてものはないんだよ。存在しないんだよ。いや、存在します。しないじゃん。します。なんでじゃあリスナーはふわっちポイント持ってないの？ポイントサイトじゃないじゃん、その時点で。うん。ポイントサイトです。アイテムからポイントじゃない。まあまあそうだね、流れ的にはポイントを。換金、現金っていう、まあ、流れだよね、一概。そうです、そうです。で、ポイントの時点では現金としての効力はないっていうのが僕の考えです。いや、お金じゃん。花火はお金でしょ。現金に対して課税をするべきだって考え方です、僕は。もしくは、金券を行使した段階で。だから、現金化できる時点で課税対象なの。だから、それだと、ね、会社が倒産した時に僕が、あれですよ、ポイントのまま保有してたら税金払わないといけなくなるんですよ。それは分かる。そこに関してはそうなってみないと分かんないから、俺はちょっと今一概になんとも言えない。いや、そういう風な仕組みに対して課税をかけるわけがないですっていうことを僕は言ってるんですよ。パチンコの玉で買い物できると言ってるのと同じだよ。そういうこと、そういうこと。パチンコは違うじゃん。全然。うん。じゃあなんでふわっちが声明出してんの？ね、確定申告してくださいよって。どういうこと？これは。え、なんですか？いや、税金は払うべきだと僕も思ってますよ。だから確定申告してくださいっていうのは、現金化したものだけを確定申告してくださいって言ってるのだと思いますよ。あ、でも、ポイント、だからさっきも言ったんですけど、ポイント自体を資産として課税にかけることもできるんですよ。だからそれは選んでいいんじゃないですか。おのおので。ただ、その全員が全員ポイントを税金として払え。例えば、これね、鮫島さん、600万ポイント、僕はポイントで持ってたとするじゃないですか。しますね。はい。で、税金払えっつって50何万請求されたとするじゃないですか。お金ないじゃないですか。まあ、120万ぐらいで。そう。お金ないじゃないですか。だから、600万あるじゃん。だから600万ポイントじゃないですか。保有してるポイント。だってそれはお金じゃん。現金ができんでしょ？お金じゃん。現金。例えばじゃあ、和道が600万もらって、一切手をつけて600万ポイントで置くじゃん。1560万の課税対象だよ。当たり前じゃん。お金に変えられるよね。変えること。現金化できるもんね。だから現金化したものに対してやればいいじゃないですかっていう。違う違う違う。現金化できるものだもん。それはお金だよ。うん。うん、ポイントでは納税できないじゃない。お金なんだって、だからポイントじゃなくて。いや、お金は、だから民間企業は通貨発行権なんて持ってないんですよ。だから、発行はしてねえべ。発行して。どっから発行してねえ、お金。現金ができる時点で現金なんだよ。俺、現金化できるし、だったら僕が和道ポイントって作ってて、1円1和道だよって言ったら、それ現金になるんですか？それをあなたがお金もらって、それをね、はい、誰か、例えば俺が和どっちとかでやるじゃん。はい。で、100万和どっち持ってたら。1より目1080円で売るじゃん。で、より目ありがとうございますって言って、それ500円俺に払うじゃん。500和どっち払うじゃん。はい。それはお金だよね。500万和どっち今渡しましょうか、僕。だから違う違う、それはだから500万はどっちはお金じゃないじゃん。はい、お金じゃないじゃないですか。ふわっちも一緒じゃん。ふわっちっていう会社。180円で花火買って、はい、500円がふわっちポイントになるわけでしょ。でも、ふわっちってそういうサイトなんですよ。何がどういうサイト？だから民間で勝手にお金、花火を売り上げて、その半分をポイントとして渡して、ポイントを金。ポイントじゃない、お金なんだって。だからそれが。だから僕も和どっちっていうサイトやって、500万はどっちじゃあやって、鮫島さんが引き出す前に倒産したら鮫島さん払いますよ、税金。まあやらないけどね、その前に。和どっちは。いや、まあ和どっちはっていうか。使わないけど。使わないけど、でもそういうことなんですよ。そういうことだよ、そういうことだよ。だから。いや、だから通用しないじゃないですかっていうことですよ。それは現金じゃない。じゃあ、もしそういう和どっちっていうサイト僕がやった時に、現金として認めます？それを。そう、和道ポイントを現金だって言います？言うよ。言うに決まってんじゃん。なんでそうなんでそういう。いや、パチンコ玉とは全然違うから。うん。全然違うよ。うん。だから俺は、いや、俺は国税に調べてるから、俺も調べてるのよ、ちゃんと。いや、調べてないじゃん。だって俺の動画流せっつってんだよ。もう10分。いや、めんどくさいからいいです。めんどくさいんでしょ？はい、めんどくさいです。俺は国税局に2回電話してんだよ。いや、だから、鮫島さんが、だから、その通りのスキームでやればいいじゃないですか。僕は絶対それ間違ってるから、そんな。お前が困るから、忠告してあげてんだろ。いや、それはありがたいんですけど、僕は困らないですから。うん。いや、じゃあ分かった。国税庁で、はい、とりあえず今調べてみようか。お前がなんか PDA とかわけわかんないこと。URL 貼りましょうか。大丈夫。大丈夫ですか？はい。うん。国税庁の、なんだろう。この場合は、配信サイトかな。はい。ちょっと待ってね。なんで検索すればいいんだろう。まあ、確かにあれだもんね。本当にレアケースだと思うから。法整備されてないと思います。こんな人口が少なくて経済の規模が。でも間違いなく経済ではかなり動いてる。いやいや、動いてない。ちょっと待って。ね、国単位からすると、配信で回ってるお金なんか数千万で、こんな小さいマーケットに法改正なんかしないよ。だから鮫島さんが思ってるほど配信界って影響力ないから。お前じゃあさ、あいらが7000万儲けてるのを、影響力ないって思う？思います。普通、丸さが入るレベルって2000万から以上なんですよ。やっと、500万でも入ります。いや、僕は聞いたことないです。200万で丸。僕は聞いたことないだけで入ります。いや、200万で丸さが入ったら出してください、じゃあ。だからアルバイトの人でも丸さ入りますよ。出した例出してくださいって言うけど、ほぼなくない。入ります。で、200万のアルバイトで丸さが入るの？あるあるある、そんなもんあるよ。脱税して、それが目つけられれば入るでしょ。金額なんかあんま関係ないよ。丸さの操作ってどれくらいの規模で、どんだけ時間かかるか。簡単だよ。だって、ふわっちだったら明瞭会計じゃん。もうすごい簡単にわかるじゃん。はい、これだけのお金の流れがあって、この人はこれだけの申告しなきゃいけないけど、してないなって言ったら、それで終わりじゃん。あなたしてませんよねって。簡単じゃん、ものすごく。なんか複雑なことあるそこに。だって200万の人の税金で20万とか30万とかっすよ。それで、国の公務員だから200万とかの場合はね、500万超えたらさ、それだけで100万なんだよ。だから2000万超えて初めて。2000万じゃない、違う。なんなの？ああ、花火ありがとうございます。すいません。アイテムありがとうございます。あなんで2000万以上なの？どこの計算なの？いや、傾向としてですよ。まあ、確かに脱税ダメだから若い人もやるんですけど、すごい、丸さって大掛かりにやるんですよ。で、取り調べるのも、レシートの移動とか、要は債務の移動とか、全部見るわけじゃないですか。手間がすごいかかるから、2年ぐらいかかるんですよ。手間かかるよ。手間かかるけど、はい、お金取れ、だって、納税するのは国民の義務だよね。その通りです。はい。やらないわけないじゃん。やらないわけないじゃん。うん。のんちゃんごめん、ジュース買ってきてくんない？糖分取りたい。長くなるぞ。糖分長くなるみたい。ニズニャン、サメちゃん正しいと配信してるよ。ニズニャンに言われるとすげえ嬉しいわ。出た！ちょっと待てよ。ニズニャン賢いもん。ワドバカじゃん。いや、水には混ぜ、水には入れて話しません？水には。あ、水には入れたい。はい。水にはにさ、3人で話しようって言ってくんない？ほんとね、俺は悪いけど、俺にも見解間違ってることあるよ。間違いなく。100% 正しいとは言わない。俺はあくまで、俺の受け取り方を。これ、水には入れて3人で話しましょう。もう朝まで。水には今呼べる？水には、僕、水にはの LINE 知らないんで、水にはに僕の LINE。いや、俺ね、水にはの LINE は。もう3人で話しましょう、これ。うん、俺みずにゃんの LINE は知ってるかもしんない。みずにゃん、みずにゃん。あ、知ってる。知ってますみずにゃん入りますかね？どうします？グループ LINE 作ります？グループ LINE の作り方がわかんねえんだ、俺。グループ LINE、僕作り、これで、なんだこれ、気持ち悪いわ。なんか和道のサムネが邪魔で押せない。まあちょっと、はい。みずにゃん、みずにゃんは今会話できるのかな？どうなんですかね。みずにゃん参加する意思があるかどうかですね。できるんだったら、もうぜひね、俺もみずにゃんと話したい。みずにゃん。本当頭良くないから。うん。いや、みずにゃんも話したい。ちょっとどうなんだろう。みずにゃん入ってこれそうなの？みずにゃん入れば、また話は円滑になると思うから。そうですね。僕もみずにゃん入ってもらいたいですね。うん。どうなんだろう。みずにゃん来る。どうすればいいですか？みずにゃん来るって、ちょっと待って、じゃあ、俺が多分、会議、ちょっと待って、できんだよな、多分。グループ LINE を作って3人の。ちょっと待って、っていうことは、ワードを、待って、一回切んないとダメかな、これ。ちょっとわかんない。一回、どうすればいいんだろう。ちょっと待ってね、俺ね、俺が LINE やんないから。俺がみずにゃんと LINE を交換したら、僕作れますよ。どうしたらいいんだろう。みずにゃんは入る気なんだろうか、どうなんだろう。3人で話したい。あ、ちょっと待って、ここに。よっさんも呼びます。今、和道の場所に、はい。みずにゃんが、いた。みずにゃんを、はい。これで今、和道の、これで、できたかな。ちょっと待ってください。3人の。ちょっと待ってください。あーっていう。あー、グループ LINE ですか？今一応なんか、招待したはず。いや、来てないですね。は？いや、言ってるでしょ。今来てないですよ。グループ LINE の申請。窓をみずにゃんを招待しましたってなってるけど。なんだろう、来てないですね。なんかたまにバグあるんですよ、グループの。じゃあちょっと待って、今じゃあ一回切って、はい、電話し直すか。わかりました。了解です。あ、来た。来てねえな。LINE がわかんない。俺の URL 誰か貼って。俺の URL。ちょっと待って。今現時点で和道の言ってることが正しいと思う人手挙げで。和道のことが正しいと思う人。俺別に間違ってないと思うんだけど、どう思うみんな。俺正しいよね。あ、ありがとう。ほら、頭良くないから。もしもし、和道です。あ、もしもし、どうも、はじめまして。あ、みずにゃんさん、はじめまして。よろしくお願いします。どうも、私別に、税理士とかでもないんですけど、はい、一応、私、毎年、確定申告をしてるですね、配信者でございまして、はい。はい。で、一応ですね、はい、まあ、お二人の話を聞いてたんですけど、はい、税理士の方にですね、まあ話を僕聞いたことがあるんですよ。和道さんと同じようなケースで。はい。そしたらですね、もうポイントが付与された段階で、はい。課税されるっていう話です。ほうほうほう。だよね、だよね、だよね。ポイントの、はい、で、これ僕もちょっと気になったんで、調べてみたら、はい、国税局のホームページでも同じような話が書いてありました。ほうほう。だよね、だよね、だよね。そのリンクっていただけたりってできますか、はい、国税局の。ああ、はいはいはい。そのリンクですね。はい。ありますよ。あ、ぜひいただけると嬉しいです。はい。はい。貼り付けますね、チャットに。はい。はい、だよね、だよね、だよね。あ、はい、例えばなんか飛行機のマイレージだったりとか、はい。よくヨドバシカメラとかのポイントとか、そういうのは、はい。課税されないみたいなんですよ。値引き対象なんだよ。うん。なんだけど、このふわっちっていうのは、はい、僕たちの収入になるわけじゃないですか。はい、だよね、だよね、だよね。お給料になるから、はい、それはもう企業がポイントとして僕たちにくれた段階で、はい、もう課税対象になるっていう。例えば企業が倒産した場合とかって、その場合どうなるんですか？企業が倒産した場合は、あ、このね、まあ僕たちは債権者になるんですよ。つまり、あ、その取り立てる権利を、ふわっちに請求する。みずにゃんさん、これ、僕も、はい、拝見してるんですよ。全く同じページを。はいはい。で、このページを読んでる限り、このページに書いてあることの最後に、はい、ポイントを現金化した時点で課税するって書いてあったんですよ。このサイトには。ん？この、ポイントを現金化した段階で、っていうのは、これ、どこに書かれてますか？一番下に、お前が踏んでる URL 違くね？え？違います？企業が提携するポイントプログラム加入者に関わる所得税の課税関係についてで合ってますか？URL 貼っていただいたのは、企業が提携するポイントプログラムの加入者に関わる所得税の課税関係についてで構いませんか？これは、それはどこに書いてありますか？みずにゃんさんが今リンク貼っていただいたのが、企業に提携するポイントプログラムを加入したっていうサイトは、僕ももう読んでるんですよ。はい。で、その、はいはいはい。リンクを貼っていただいたところに一番下に PDF ありますよね。はい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 。PDF あります。それの中身って読まれました？それの中身って読まれました？何ページですか？何ページかを答えればいいんですか？僕は。何ページに書いてありますか？あ、今、ちょっと言いますね。はい。274ページにある所得発生時期の1です。多いな。274ページにある、所得の発生時期の発生時期と所得区分っていうお話ですね。はい。で、課税されるべき所得としての認識時期はポイントの使用時であると考えられると書いてあるんですけど。この使用時。はい。あ、このポイントの使用時に課税が発生されるべきご所得としての認識があるっていうことですか？この PDF が論拠になっているじゃないですか、みずにゃんさん。でも、ここには何が書いてあるかっていうと、課税のポイントは、はい、270ページ、所得の発生時期に、課税されるべき所得としての認識時期はポイントの使用時であると考えられるって、この PDF はそう言ってるんですよ。だから、ふわっちのポイントってことでしょ。ポイントプログラムっていうのは、これ何についてのポイントプログラムっていうか。それは、その定義については、ポイントの PDF の上部に書いてあります。だから、いや、みずにゃんさんがこれをソースとして出したけど、この PDF の。ワド、はい。ソース見せてあげて。ソース、いや、みずにゃんさんから送られてきたソースと僕のソース一緒なんで、ソース見てます、みずにゃんさん。だから見せてあげて。リスナーわけわかんない。あ、リスナーに見せればいいですか？ OK です。リスナーに、まず、みずにゃんさんが、送ってきた URL ってこれなんですよ。で、これさっき僕がソースとして出したやつなんですね。で、この企業が提携するポイントプログラムの所得税の、まあ、国税庁のページなんですけど、一番下に PDF が添えてあるんですよ。で、この PDF の中身がさっき議論になったこれなんですよ。企業が提携するポイントプログラム加入者に関わるっていう。で、この、274ページに書いてあるのが、ポイントの課税時期の発生タイミングっていうのは使用された段階でって書いてあるんですね。はい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 。はい。だから、ちょっと、その辺で、僕らは議論が割れてるところなんですよ。まあ、いや、とりあえず、わかった。はい、PDF はちょっと置いといて、税理士さんが、ポイントを付与さ、まあ、もらった段階で、報酬と、まあ、経済的な、こう、利益を得られるっていう。これですね、今、キャプってるんですけど、所得の発生時期と所得の区分っていうのが274ページ。で、第1項に、所得の発生時期についてなんですけど、ポイントの使用時である。要は、そのポイントを使った段階であるって考えてあるっていうふうに。だから、はい。これは要するに、はい。例えば、はい。ANA とか JAL とかのマイレージサービスの場合を指すわけですよ。なるほど。マイルだね。うん。っていうことはですよ。っていうことは、ふわっちの、ポイントプログラムについては法整備がされてないって段階ってことですか？これがソースだっていうふうに。法整備がされてないというよりは、はい、されてないというよりは、はい、もうその、ポイントをもらう段階で、課税されるべき、こう、経済的な、こう、利益に当たるっていう話なわけですよ。それの法的な根拠っていうのは。結論ってあると思うんですけど。はい、結論、最後の。はい。はい。はい、読んでます。はい。どこを読み上げればいいんでしょうか。で、実際、その僕はもう税理士さんから、はい、もう、ポイントをもらった時点で課税されるっていうことをまあ、言われたんで、だよね。そうなのかなって。ああ、なるほど。僕結構その部分の法的な根拠がないっていうのが僕の判断なんですよ。はいはいはい。はい。だから、そのグレーゾーンで話が分かれる。はい。ワド、お前の判断はどうでもいいんだよ。国が判断してんだよ。国が判断したものっていうのは法律で縛ったものだと僕は思ってる。いやだから、はい、法整備はこれからなされるのってことはまだ決まってないってことですよね。いや決まってんだって水野言ったじゃん。ポイントがその収入が入った段階で課税対象だと。ちょっと待ってください。ふわっちの運営さん交換申し込み振り込み申請された場合、ふわっちの運営さんの見解だと、振り込みを、ちょっと待ってください。コメントちょっと押さえて、URL 貼るから。ちょっと待って。一回コメント止めて。ふわっちの運営さんの見解だと、振り込み申請された場合とか、ポイント変えた時点で報酬っていうのが公式な見解らしいんですよ。はい。ふわっちの運営さんの見解ですよ、これは。ちょっと今、キャプチャーしますね。ふわっちのお問い合わせ運営事務、お問い合わせありがとうございます。ふわっちの運営事務局です。ふわっちのポイントをギフト券、16年4月25日。それ去年じゃん。いや、まあ、去年のデータかもしれないけど、公式の見解としてね、申請をされた場合は報酬とみなす。はい。っていうことです。それ去年じゃん。まあ、でも新しい公式のアナウンスが出ていないんで、古いもの。でも去年じゃん。いや、古いから間違ってるっていうのは無理があると思うんですよ。でも去年じゃん。去年だとなんで間違ってるんですか？古いよ。あ、だから要するに、はい、ふわっちが、はい、まあ、銀行みたいな役割じゃないですか。そうです、そうです、そうです。ふわっちが銀行、要するに、だから、リスナーさんが投げてくれたそのアイテムの中からの僕らの報酬っていうのを、ふわっち銀行。そう。ふわっち銀行に預金してるんだよ。いや、銀行ではないですよ。銀行ではない。銀行なんだよ。銀行ではないです。ないです、ないです。あくまで IT のサービスとしてポイントを販売してるの。銀行ではおかしいですけど、銀行だとしたらだって、いや、例えでも銀行はダメ。なんでかっていうと、銀行っていうのは国が厳密に管理してるから、銀行ですってふわっちが公式に言っちゃったら、ふわっち捕まるから。いや、銀行ですは言ってないけど。例えですよ、それが。なんで認めないの？銀行の例えだと、例え。銀行みたいな。だからその認識が間違ってるの。要はね、ポイントを、アイテムを売ってる売り上げになるっていうのが僕の考え方なんですよ。お金をもらってるの、うん、お金をもらってるのは。そもそも和道さんは、うん、はい、ふわっちのポイントをどうなさってるんですか？ふわっちのポイントは PEX で引き出してます、僕は。全額。PEX に変えて、で、それを現金として銀行に振り込んでもらってるってことですか？はい、その通りです。そしたら税金かかるじゃないですか。いや、そうですよ。税金払いますよ、僕。だから、そのポイント分を、払うんじゃなくて、現金化した部分を払うっていうので、論点となってるのは、ポイントに課税がかかるのかどうかだけで揉めてるんです、僕と、鮫島さんは。僕はだから税金払いますよ。はい。で、要は。だから俺はだから、もらったふわっちポイントがもう課税対象って言ってるんだよ、俺が言いたいのは。PEX に移動したら。でも正直な話をすると、うん、PEX に変えた段階で、はい。ふわっちからは、PEX にもうお金は移ってるわけじゃないですか。その通りです。そういうこと。だから多分、その、ふわっちの会計処理上は、はい。もうお金はもう PEX に移ってる段階だから、はい、そこはどうなるんだろうな。で、だから、そう、そこなんですよ、そこなんですよ、水根屋さん。そう。だから、うん、PEX に変えてる時点で多分会計上は PEX にお金を払ってることになるんですよ。で、物をもらって、ポイントをもらって、それを交換だって言って僕に付与してることになりますよね。だから僕が PEX のポイントを買ったわけではないじゃないですか。お金の移動があったわけで。いや、付与じゃないんだって、報酬なんだって。あ、ちょっとごめんなさい。ミズニアンとお話しさせてください。超ムカつく。で、その、なんて言うんだろう。お金は PEX からもらったことになるじゃないですか、僕は。うんうんうん。わかります？だから、ふわっちの部分で課税をしてしまうと、税務のスキーム上、逆に脱税ができるっていうのが僕の考えなんですよ。だ逆に脱税は難しくないですか？ふわっちが申告している部分ってあるじゃないですか、国税に。でもそのお金の移動を点々とできるわけじゃないですか。PEX からどこどこのポイントサイド移動して、ポイントサイド移動して、つって手間をかけることが。まあもちろん追跡は可能なんですけど。はいはい。だから、現金化した段階で、課税っていうのが、例えばそのビットコインの例とか挙げてるんですけど、ビットコインってビットコインを保有してる段階には課税ではないじゃないですか。ビットコインを現金化して利益を上がった分に関して課税をかけてるっていうのが僕の認識で、だからポイントに課税をかけるっていう事例がないんで、ちょっと難しいんじゃないかなと思ってるんですよ。倒産のケースでもビットコインは売ってるじゃん、自分で。最初に。あ、ビットコインの段階だと、まだ課税はできないんですよ。うん。ビットコインを例えば、じゃあビットコイン買うケースじゃなくて、水ニアンさんのビットコインの口座にビットコインでお布施をもらったっていうことだと、水ニアンさんがビットコインをお金に変えた時点、もしくはビットコインで買い物した時点で課税ですよね。そうです、そうです、それは。国税の見解はそうですね。それと似てると思ってるんですよ。僕の、ふわっちの捉え方が。例えば、だって全然違うじゃん。多分ビットコインを口座に振り込んでも。ビットコインに課税は、まあなんでできないのかちょっと僕はわかんないんですけど、全然。うん、例えばその場合のスキーム。ビットコインとふわっちのポイントって、全然違うし。そういうこと。そもそも、多分そのポイントが付与されるっていう段階で、はい。その、口座枠を超える人って、何枠ですか？ごめんなさい。何枠？今までの事例で、まあ、アフィリエイトとか、はい。やってる人だったら、多分、はい、控除額、まあ多分一般所得とかの控除額を超えてると思うんですけど、はい。でも普通の人は多分、まあ、例えばアンケートサイトとか使ってて、控除額を超えることなんかないと思うから、多分難しいのであって、多分ここって実際もう税務署判断の話になるんですよね、多分ね。僕去年、あくまで僕の税率はポイント段階で課税されますよっていう話だったんで。僕去年税金払った時は銀行に振り込まれた額でいいって言われてるんですよ。そのふわっちの分とか FC2 の分とか、はいはい、YouTube ライブの分とか。誰に言われたの？税務員に言われました、僕は。まあ、今年の確定申告でと。今年去年今年の今年3月か。今年の3月。はいはいはい、そうです。とか、去年の3月。じゃあ変わったんだよ。変わったんだよ。そもそもなんか、税務署の不安定の仕組みを知らないっていうのもあるだろうし。そう。ぶっちゃけ別にそこはなんか人間の良心だと思うんですよ、ね。僕もそう思います。ただ、その断定するの法の、僕が言ってるのは、法律がちゃんと決まってないのに断定するっていうのはおかしいと思ってるんですよ。国税庁のホームページもビットコインを使用することで生じた利益は所得税の課税対象って書いてるんだけど、どういうことなんだ？使用した段階ですね。いや違う、まあ、もちろんビットコインを使用することで生じた利益だから。そうです。まあだってね、ビットコインは変動するし、一律な価値じゃないじゃん。だから課税できないんじゃない？ビットコインっていくらっていう課税対象にはなんないじゃん。だからビットコインをまあ、現金化した時点で、まあ、課税対象、まあ、その、まあ、基礎控除をオーバーしたものに対してとか、まあ、ビットコインの何パーセントはっていう考えなんじゃない？だから和道がビットコイン出すのは全く意味が分かんないんだよ。全くものは違うし。ビットコインっていうのは電子マネーとかポイントの例えと一つとしてビットコインを出したんですよ。全然違うんだよ。例えば、水にゃんさん、質問いいですか？水にゃんさん。はい。YouTube ってされてますよね。はいはい。YouTube って2ヶ月後に振り込まれるじゃないですか。30日締めの翌月20日払いかな。あれは確かそうですよね。2ヶ月じゃねえじゃん。翌々月じゃなかったっけな。月末の翌月でしたっけ？YouTube は水野のがやってるから。月末の翌月20日前後払いですね。でしたっけ？すいません。翌月でしたね。翌月の場合って12月分の売り上げが1月分に入るじゃないですか。僕1月分に入った部分を1月の売り上げとして計上してたんですよ。水野はどうやってされてるんですか？はいはいはい。多分その問題とふわっちのポイントの問題結構近いと思うんですよ。ちょっと違うと思う。でも、はい。それはなんかちょっと違うと思う。違う気がするんですよね。だとしたら、ふわっちのポイントは、言っちゃえばその時の給料と一緒だよ、扱いは。ふわっちのポイントをもらった時点で課税対象だよ。お前がだって金額決めてるのは別にポイントじゃないっていうのが。お金だもん。これ、なんでこの例えを出そうかと思ったかっていう話なんですけど、12月分で掲載されてる部分っていうのが1月に振り込まれるじゃないですか。で、12月分の部分が表示されてる額っていうのを計上してるんだったら僕、水にゃんの意見正しいと思うんですよ。論調が合ってると思うんですよ。だけど、1月、わかります？繰り越してるから。僕、通帳に入った時点の税金として納めてるんですよ。だから、働いてる人はみんなそうだよ。働いてる人そうじゃないですか。だから、ポイントの時点だと計算しないっていうのが僕の考え方なんですよ。なんで売りかけとかじゃないんですか？はい。売りかけとかではなくて、1月に入った部分を1月の分として計上してます、僕は。違うじゃん。1月に入った分は12月の給料だ。12月末のが1月の給料。それを、だから1月に入った部分。1月の12月の給料だよね。現金で入った部分を。あれはどう？お前、申告の仕方間違ってるぞ。俺、それでいいって言われたよ。ダメだよ。12月末締めの1月20日払いのものは、12月の給料だからね、1月20日の給料も。入った時点の部分で税金払えばいいよって。違う。12月の労働の、そのお金が、要するにいろんな兼ね合いで、1月の20日に入ってるだけで、それは1月の売り上げじゃないよ。売り上げっていうか、じゃないと、12月確定分っていうのがずれる可能性があるから、それでいいって言われたよ。だから2月からなんじゃん。だってそういうことじゃん。だって12月末に働いたのが、1月の20日とかに入るよね。一般サラリーマンとか、まあ大体。入る。でもそれは12月分の給料じゃん。4月の給料じゃないでしょ。12月稼働分が1月に入って、1月の末に入ったら。だから12月分の労働対価じゃん。そうです。だけど労働体がやってるのは多分お前の申告の仕方は間違ってるのかな。だって2月から3月に確定申告だから別に何も問題ないじゃん。うん、なんかその YouTube とかってその労働でしかもじゃあ、うん、でしかもね、うん、言わせてもらえばだからふわっちのポイントをもらった時点で、うん、収入なんだよ。うん、要するに意味わかる？うん、言ってることはわかります。うん。だって普通一般企業で言えばさ、うん、じゃあ1月に入る給料は1月分の給料違うでしょ。1月まだ終わってないのになんで1月分の給料になるの？いや労働月とかの鮫島さんね、これねなんで悩んでるかっていうと労働をしてるのは動画を撮影した日じゃないですか。で、俺ら時間給じゃないから、その3年前の収入とかが12月に入ったりとかするんですよ。その計算は厳密に言うとできない商売じゃないですか、YouTube の場合。いやだから、厳密に商売しなきゃダメなんだよ。いやいや、だから、3年前の動画の広告収入が、その、今でも入っちゃうから、まあ、そう。それは、あくまで、うん、その、まあ、YouTube の収入に関しては俺やってないからわかんないけど、うんなんて言うんだよ、まあ、その YouTube に関しては、でも、その前月の給料なんじゃないの？前月締めの。だから、そういう仕組みがあるから、お金が入った時に、その月の換算で OK ですよっていうふうに言われたんですよ。説明をした時に。水野さん、これはどうなんですか？あれいや、もう、各自税理士に聞いたらいいんじゃないですか。いや、僕もそう思います。僕もそう思います。はい、僕もそう思います。でも、あと、みずにゃんが言うように、ポイントは、もらった段階で、課税対象だからね。いや、俺はそうは思ってないんですよ。そうは思ってない。何よ。そう思ってない。なんでだって、円じゃないから。僕の税理士さんが言ってたのは、はい、ポイントでも換金できるでしょっていう理屈みたいなんですよ。ほら。で、換金できるし、で、はい、そもそも、まあなんかね、まあポイントが失効したとしても、結局、ポイント失効するまでに大半の人は換金するでしょっていう話らしいんですよ。はい。まあそうだよね。うん。ポイントの手数料はどうされてます？経費で落としてます？それとも、だからポイント。ポイントは、僕は、経費ですね。わかんないです、そこは詳しくは。もう税理士さんにこんだけポイントあるんでって言って、ポイって。でも、それって会社側の売り上げに値するわけじゃないですか、手数料とかって。うん。で、その部分も税金で払うんですか？会社の売り上げかどうかはわかんないですけど、それはどこのあれなのか。僕はもうとりあえず、任せるっていう感じで。任せるっていう感じですね。なるほど。だからポイントを、保有した時点で課税対象だよ、和道君。いや、だからそれ、そうじゃないっていうのが俺の論だから。うん、もうこれ、各自聞きゃいいじゃないですか、もう税理士に。まあ、俺はこの税理士に聞いたらそういう結論でした。どうしました？あ、こっちなくなっちゃいましたね。聞いた、はい、今日電話して聞いた。はい、失礼します。お疲れ様です。税局に電話して昨日と今日聞いたら、配信収入は課税対象ですよって。でも配信収入ってなると、うん、現金だと思われないですか？だからそれポイントですって言ってる、ちゃんと。ほう。で、そしたらそして聞いたのポイントサイトの場合はこれは対象ですかって聞いたら、PEXでも例えば現金化できる以上は課税対象ですって言ってた。あ、それはうちの税理士さんと同じ理屈だわ。全く、俺もそれ言ってた。うん。だから現金化できるんですよねって言うから、あ、できますって。だからもうどんな形でも課税対象ですと。しないとじゃなくて、現金化できる時点で課税対象です。僕は現金化した段階、もしくはポイントに変換した段階で課税対象だっていう認識なんですよね。うん、で、別に各々が別にそうだと思うので申告すればいいんじゃないっていう水谷さんの意見も同意です。各々が税理士に聞いたり、国税局に問い合わせたりして、各々がそうだと思う判断でやればいいと思ってますね。だから現金化しなければ課税対象にならないって言ったら、うん、Amazon ギフト券にすれば脱税できるってことだよね。いや、Amazon ギフト券は使った段階で課税義務があるから。いや、使わなきゃいいじゃん。使わなきゃ、だから別にそうやってマネーロンダリングしてたりとか、ね、ストックしてる会社はある。だから、浮気ポイントの段階でもう課税対象だと。いや、だから、それをやってる会社はあるけど、使った時にどっちでしろめくれるわけだから。いや、使わなくていいだけじゃん。はい。別に。そうですよ。で、それで個人が追徴課税されるんですよ。どうせ、ね、間違ってたら。そう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 。うん、だから、おのおのの自己責任でいいんじゃないですか。そうそうそう。あとさ、水谷さん、ふわっちってなんか、多分直の銀行だと、3万円からしか銀行に現金化できないらしいんですよ。はいはい。それってなんか、あります定義みたいな。そのなんか。3万円未満の場合は、なんか銀行に振り込みができないみたいなんですよ。僕はふわっち直でやってないんで。うん。で、今、ベニズワイガニさんが、要するに3万未満で現金化できないってことは非課税なのかなっていう疑問を持ってるんですけど。だって課税対象じゃないでしょ。控除。ああ、そっか、バイトとかしてる可能性あるのか。そもそも3万しか稼げない人は、そう、税金払わなくていいから。3万しか稼げない人って、うん、まず、誰かの扶養に入るでしょ。じゃあ待って、この3万ってさ、毎月3万だよね、多分。まあ、毎月っていうか、まあ、1回3万か。この3万ってのは、12かけると36万なんだわ。36万って税金かかりましたっけ？38万までかかんない、無職でしょ。だからそういうことじゃないですか。ふわっちっていうことは間違いなく、はいはい、ふわっちのポイントでもう課税されんだよ。だって課税できね、もしね、ふわっちのサイトが実際問題か、もしふわっちのポイントで課税しないんだったら、何千円でも多分ふわっちから直で入金できると思わない？僕の税理士のリスナーさんは、返還した時点で課税対象って言ってますよ、水庭さん。うん。だからやっぱり税理士さんの中で多分見解があるんだと思います。おー。はい。まだ間違ってたら追徴課税来るじゃないですか。うん、そう、払えばいいだけだと思うんですけど。まあね、払えばいいじゃないよ。払えない、多分、あとは。追徴課税来たら。まあ、追徴課税来たらね、払うしかないですよね。絶対払えない。いや、払えないよ。払えない。僕はちゃんと申告してるんで。死ぬまで多分口座差し押さえとかで、苦しむ羽目になるよ。いや、むしろやっぱ大原君とかでしょ。ああ、やばい。僕はそっちだと思います。バックはやばい。あと、金梅さんとか。大原君とか、金梅さんでしょ、詰めるのは。でも、まあ、詰めるのはとか、俺、金梅の葛飾の税務署とかに通報してるから。俺、だから、超稼ぎまくってる人は、丸さとか入ると思うけど。いやー、多分200万でも入ると思う。200万で丸さが動いた事例は、僕は聞いたことがないんで。だって、うわちに1件入ったら、全員やられるに決まってんじゃん。簡単な話だよ。和道君。やっちょなんて3月に5万円しか払ってないんですよ、税金。あいつなんて稼いで。あいつじゃあ虚偽の申告ってことすげえな。うん。でも池上さんの分とかあるからな。金梅さん1万だったかな。うん、金梅1万って言ってたね。それは虚偽の申告だって伝えてある、税務署に。いや、国税は来ないね。ふわっち配信者ごときに、まあ、普通の税務署からも事前にお手紙が届いて、何月何日に来ますよっていうご連絡が来るかもしれない。でもなんか、国税局から封筒来てるらしいよ。ファクスは。配信に移ったらしいよ、国税局の封筒が。爆走は国税じゃなさそうだけどね。だけどなんかリスナーさんが言うには、なんか一瞬カメラが倒れた時に国税局の封筒が映ったって。なんでだろうねって話はしてたんだけど、リスナーと。うん。国税？いや、間違いなく国税局でしょ。なんでそのブワッチごときでっていうか、あいらのお金の流れ見て目つけない人いないと思うよ。俺うん。さすがに俺、爆走時だったら税務署だと思うんだけどな。いや、なんでそのどうせハガキとかじゃないの？いや、封筒って言ってた。住民税関係の。国税局の封筒って言ってた。わかんないけど。多分文字が見えたんじゃない？そういう封筒の。いや、それはやるんですよ。だからこう、例えば、ね、税金払ってなかったりとかすればさ、まあなんか、はがきが届くらしいんだよ。住民税とかの納付。あ、そうだね。うん。そういうのとかじゃないのかな？わかんない。で、俺はそれはどういうのか見てないからわかんないんだけど。うん。いや、わかんない。それは、はっきりわかんないけど。うん、いや、そう、マルサだったら抜き打ちだよね。税務署だったら事前に封筒届いたりとかね、するだから、はい、本当に、多分水根の税理士が言ってることが正しいから。僕は、それ、間違ってると思う。じゃあ、それで何、脱税行為するの？脱税じゃなくて、ね、だって俺はさ、どうせ現金化しちゃってるから、全額を。で、払う額一緒ですもん、ポイントと。だから脱税しようがないんです。払えないかどうかは別の話でしょ。絶対払えないと思うよ。いや別に思って払わないと思うのは別に構わないけど、俺は別にその。だってお前の年収だと大安だけど80分ぐらいになるよ。いやだからそれは別に俺の問題だから払えるか払えないかは俺の問題だから、俺が申告する。いや俺の問題じゃないよ、日本の問題だよ。日本の問題じゃないでしょ。それはだから、鮫島さんが、俺が払わないと思ってるだけでしょ。いや、別にいいよ、それは。じゃあ、リスナーに聞いてごらん。リスナーに。多分、80% が払わないって言うと思うよ。いや、別に思ってくれていいですよ。はい。当たり前じゃん。盲人詐欺してる人間が払うとは思うんだけど。はい、まあ、構いませんよ。間違ってたら、じゃあ、みんな分かって払えば、もうそれで終わるんだからね。終わるよね。争わなくても、俺は争ってないんだよ。ただでも俺の結果は多分水にゃんがあったわけですよ。まあまあそうですね。水にゃんさんの税理士さんと見解が一緒だってことですね。うん。うん、僕ね、和道さんには申し訳ないんですけど、はい、例えばね、大原さんとかに、追徴課税が来たりとかする方が配信者的には面白いと思うんです。和道つまんねえ。いやいや、思いますよ。別に僕、追徴課税が来る配信者ではないんで、僕。違う。詐欺する話じゃない。ただの人格否定始まったよ。人格破綻。争った方が面白い。まあ、争わない方が面白いと思うんですよね。これ僕からふっかけたわけじゃないですからね。もう、争ってるもの。おのおので勝手に申告して勝手に間違えればいいじゃんって俺はずっと言ってるからね。よく言うよ、鮫島さん間違ってるとかずっと言ってる。だから今でも間違ってると思うもん。俺、水にゃんさん間違ってると思うよ。水にゃんと俺の意見が間違ってると思う。間違ってると思う。じゃあ俺の間違ってるってことは水にゃんも間違ってると思う。間違ってると思う。間違ってると思うけど、多く払うだけだと思ってるから、別にいいんじゃんっていう。だって申告する時期が変わるだけで、ポイントなんて現金化するんだから、みんな。申告する時期が変わるだけだしな。そう。だからポイントなんて現金化するから、課税対象だよ。当たり前だよ。いくら。うん。そういうことよ。絶対に。むしろ、ここの3人はちゃんと払うと思うよ。俺は絶対払う。だからその何ヶ月ずれたとかそういう話。いや水にゃんと俺は払う。だから去年払ってないじゃん、鮫島さん。鮫島さん FC2 の分払ってないって認めたじゃん。払ってないよ。だから来年やるっつってんじゃん。それも認めてんじゃん。俺は。お前は払わないよ。払えるお金ないもん絶対。お前。どうぞ。正直言ってほら、今全財産いくらある？なんで全財産俺鮫島さんに言わないといけない。銀行にあるとか、言わないよ。なんで俺がないんでしょ。なんでこんなさ、いや言わないよだよ、別にいいんだよ、うん、お前のことをさらし上げてるわけじゃなくて、さらし上げてる。だって来年の3月ぐらいには、うん、お前100万弱必要なんだよ。来年の納税だけで。え、だってさ、それってさ、経費の分考えてないじゃん、鮫島さん。だから経費の分も何も払うんだよ、うん、経費ってのは後から返してもらうんだよ。お前それ分かってないって言うんだよ。お前去年払ってねえべ。え、経費の分は後から。水にゃんさん、水にゃん待ちましょうか。うん、うん、経費ってそうだよ、後だよ、うんうん、後から返ってくるもんだよ。最初に払うんだよ、全額。経費は違う、全額払って、うん、でその時に経費を出して見てもらうんだよ。なるほど、流れ的にはそうなんだ。お前知らないってことは払ってねえじゃん。いや、僕のシステムは違かったらしいですね。僕は経費、あれ僕は利益に対して税金かかりましたね。あれいや、まあ水野さんに聞いてください。はい。違いの経費で認められたらその額が返ってくるんだよ。ああ、国から。うん。うん。そうなんだ。しかも配信の経費なんてそんな認められないんで、対してお前払ってねえべ。いや、払ってますけど、僕は利益分に対して税金かかりましたよ。あ、去年はってこと？今年は今年はっていうか、もうずっとですね。個人事業主やってる時からずっとですね。お前生活保護じゃん。はい。いや、生活保護の時もバーやってたんで、僕申告してますよ。バーやってたのも違うだよ、雇われたろ、お前。適当なこと言うんじゃねえよ。ほんとに。青とここで間違えた。水谷さん、切れちゃったんですかね。ちょ、待って、え？切れてないと思う。まですか。僕、いますよ。国税庁内の見解が分かれていたのを和道ちゃんの出した文書の結論で、ポイントが付与された時点で課税対象と書いてあるってよ、和道。ピッと見直すよ。え、どこですか？いや、わかんない。インジョルが、俺この人すごい詳しく教えてくれたんだ。あ、はいはい。PDF の別の場所じゃないか。何ページですか？ポイントが付与された時点で課税対象って書いてあるってさ。何ページですか？知らねえよ。知らない。結論だろ？結論、最後だろ？結論。結論のところ。うん、お前、そしたらお前完全に認めろよ。じゃあ、経費の話は何ですか？経費は後から書いてくるんですか？いや、ごめん、経費はごめん、俺わかんないわ。流して今いいから結論見ろよ。はい、その話はもう謝るから。はい。結論。うん。うん、さっき水野が言ってたところだから最後だよね、結論。うん、あれよ、URL で見ろよ。PDF じゃなくて。URL？ PDF？ あ、わかんないわかんない。見てる方だよ。わ、はい、かんない。俺、はい、見てないからわかんないけど。あ、了解です。うん、わかるよ、和道とかは正直税金でひいひい言うことはないよ。稼いだ金額で正直。俺とかね。まあ、額が少ないですからね。だってたかが知れてんじゃん。はい。多分サラリーマンの年収ぐらいだよ、俺たちは。500万以上稼いだら大変だよ、これ。うん、役務提供の対価としてポイントを付与された時点で課税対象って書いてあるってよ。認めようぜ。別にいいんだよ、肩肘張る必要ないんだよ。払えばいいんだから。うん、払えばいいんだから、もう。だからそれよりも、5万と1万を詰めない。いや、結論読んでるんですけど、やっぱり停止付与条件の契約である。要は、倒産とかの可能性が。見せろよ。はい。今。わかりました。今、読んでる人が言ってんだから、書いてないわけないんだよ。ここに書いてあるけど、こう書いてあるんだけどな。だから、ポイントをもらった時点で課税対象なんだよ。ポイントが実際に使用された時に。そこじゃねえだろ、もっと見ろよ。いや、結論ですよ。結論ですよ。うん、結論じゃねえ、もっと下まであんだろ。そこを見ろっつってんじゃないんだよ。いや、結論を見ろっつったから、これ書いてあるんだ。だから結論を見ろよ、全部を。はい。そこじゃねえっつってんの。うん、どこですか？もっとスクロールできないの？できないですよ。これが最後のページですもん。ちょっと待ってね。はい。どこだ、金城さん、どこ？俺、文字がつぶ見えねえんだよな。うん、もう一回見てきて、ちょっと待って。はい、俺も今見てるから。はい。拡大できますよ。拡大します。拡大します。待ってくださいね。なるほどね。見えないんだよな。あれ、あ、いいね、いいね。いい感じですか？見えます？これで見えるかな？これ結論なんですね。うん、ちょっと待ってね。ちなみに僕、この PDF ずっとソースとして出してますよ。どうでもいいよ、それは。うん、文章読んでる、今。はい、読んでます。いや、読み間違いもないでしょ、普通に考えて。今、確認しに行ってるから、ちょっと待って。焦る必要ないじゃん。ゆっくりでいいっすよ。うん。じゃあ、お前が言ったのは、しかもお前、贈与契約は効力を生じじゃん。うん。贈与契約ってなんだこれ。うん、お前が読んでるとこ。いや、これ全部が。停止条件付き贈与契約であるので、停止条件の成就。いや、だから。すなわち、これはだからじゃなくて、全然違うじゃん。うん、いや、合ってますよ。違うじゃん。停止条件の成就。それは、すなわちだから、ポイントが実際に使用されたときに、贈与契約は効力。要するに、あなたに渡してますよってことなんでしょ。うん、いや、そうじゃなくて、停止条件っていうのは、サイトが停止することができる権利を持ってるわけだからってことですよ。意味だよ、これは。うん、何言ってるんですか？停止条件っていうのは、ふわっちが停止条件をついてるからってことですよ。だから違うって、それを払ってれば、その時点で課税されるべき所得となると考えられるから、これはふわっちがポイントを実際に相手に贈与したらってこと、そういうこと、贈与、要するにふわっちが送ってるから、わかる？その時点で向こうが課税、要するに俺たちがもらった、贈与された時点で、課税の所得されとみなされるってことだよ。お前、これ、もう間違ってるよ。その上のところにポイントを付与者が解除条件与えられてる契約関係となってると言えるって。違う違う、だから、なんだ、贈与契約って。贈与契約ってことは、これは、マッチ側の考えだろ、認識。うん。業務に関して取得したポイントについては、事業所得に役務提供の対価としてポイントを獲得した場合は。いや、だから、ここに書いてあることって、僕が言ってたこと、正しかったっていうことが書いてある。ここに書いてあることは、俺たちじゃない。ふわっち側の話。なんすか、ふわっち側の話って。意味わかる？停止条件っていうのは、これはだから、例えば、ふわっちが何らかのね、サービスとか、まあ、言っちゃえばポイントを、その詐欺じゃない問題、そういう意味では、それを満たすためには、相手にポイントを渡した時点で、その効力を果たすから、もらった人間は、その時点に課税されるものだと思う。お経の CD ね、経済的利益に課税って書いてあるから、現金化した時点で課税って意味だよ、お経の CD。所得税法36。いや、そうだって。経済的利益っていうのは、もうこのポイントもらった時点で。経済的利益って、経済ってお金のことですよ。だから、当たり前じゃん、経済、お金じゃん、ふわっちポイントって。うん、お金だろ？だから経済的利益を得てんだろ？俺が合ってたってことで、リスナーさん合ってるよね。これって俺が合ってたってことだよね。合ってたってことだよね。合ってないんだよ、お前の考え方は。なんでこれ文章読めないんですか？だから合ってないの、お前が読めてないの。だってリスナーさん俺が正しいって言ってますよ。合ってます。贈与契約ってどういうこと？じゃあ贈与契約って。だから、そのポイントを俺たちに渡すけれども、ポイントを提出する条件っていうのは、ふわっちが持っているから、だからこそ。贈与が成立するのは、あなたが、要するにふわっちが和道に贈与しましたと、ポイント。その時点で効力を生じるってこと。いや、そんなこと書いてないですよ。合ってないよ、和道。和道は合ってない。うん、いや、みんな合ってるって言ってますよ。金銭以外のものまたは経済的利益って書いてあって、所得税法36条。うん。金銭以外のもの、ね、お金だけじゃないよね。経済的利益だもんね。だから完全に経済的利益っていうのは収入に関してですよ。うん。だから今言ったじゃん。ミズニャンの URL の文章の方の3結論見て。3。ミズニャンの URL の方ね。いや、僕の URL とミズニャンの URL 一緒。いや、ミズニャンの URL の方。いや、だから一緒の URL です。あ、もう違うんだ、こいつ。俺見よう、ちょっと。こいつ違うんだ。見せないんだもんな。おかしいもんな。一緒の URL だっつってんのに、なんで信じてくんないの？いや、違うからだろ。うん、お前が見せないっていうのは。3結論。あ、これね、なんか変な。線のなんかページ目次の手前ね。うん、分かった分かった。これね、さあね、ポイントの法律関係は少なくとも、ポイント付与の元になった取引とは別の何らかの給付を対価と支払うことなく請求できる権利が、まあ待って、対価を支払うことなく請求できる権利が付与され、あ、待って待って待って、どこだろう？どこらへん？待って、僕トイレ行ってきますね。どうぞ。あ、これか。うん、これだ。業務に関連して取得したポイントについては、事業所得などに役務提供の対価として獲得したポイントについては雑所得になる。すいません。その結果、所得分の異なるポイントが加算された後に使用されたとき、どの所得分のポイントが使われたかを決定して、それに応じて。リスナーさん、税金いっぱい払いたいんで、アイテム最後ください。税金払いたいんで、アイテムお願いします。停止条件、次のポイントが実際に使用されたね。うん。なんなのこの贈与契約っていうのは、だから、ふわっちから俺たちに払うっていうのが贈与契約ってことだよね。贈与。で、それの、停止条件の成就、すなわちポイントが実際に使用されたときにっていうのは、これは贈与契約の話だから、俺に例えば10万ポイント払いましたよって時点で、俺には10万円の所得が課せられると、課税条件になるってことだよな。そういうことだよね、これね。多分和道が文章を読み間違えてる、これ、確実に。うん。そういうことじゃない？俺がアウトなのか分かんないけど、この後に及んで言うなら分かんないけど、うん。多分そういうことだと思うよ。うん、ちょっと待って、読んでる今。ああ、なるほどね。事業所得ってのは、そういうことか。雑所得と事業所得ってまた違うんだね、これね。うん。今見てる改正、その部分をもって付与された時点で課税対象と解説してる。だから俺の言ってることは正しいじゃねえかよ。あんだ、俺のことチンパンとか8ヶ月とか言ったやつ。NG すっかんな、どんどん。雑所得となる場合、多分雑所得なんだよね、区分は。うん。難しいね。停止条件の意味は分かりました。だからこれは多分、ふわっち側の条件なんだと思う。うん、多分。多分ね、俺が思うに。だって停止条件って何？俺たちに関係ないでしょ。多分だから、ふわっちが、その贈与契約、うん。っていう何かがあるんだよね。うん。どういうこと？ちょっと待って。停止条件付き贈与契約であり、さらに請求などによって停止条件が成就するまでは、ポイント付与者に解除権などが与えられているという契約関係といえる停止条件付き贈与契約であるので、停止条件の成就、すなわちポイントが実際に使用されたときに、贈与契約は効力を生じ、その時点で課税されるべき所得となると考えられる。だから要は、ふわっち側の話だよ、これは。うん。そうだね、今までは、まあ、それはそうだよね、不透明な分別だったよね。見解がばらまる。うん。停止条件。停止条件。だから停止条件って何？関係ないじゃん、それ。うん。うん。あと1分、あと1分で終わっちゃうの？うん。ちょ、待って、じゃあ次役でも多分間に合わねえべ、これ、ワード。あ、そっか、もう延長、あれか。ワード！次役いきますか？ワード、急げって。次役いきます？はい。次役ね、次役。はい。じゃあ一旦切ります、電話。切らなくていいじゃん。切らなくていいですか？あれ、了解です。なんで切る必要があるの？あ、いや、切った方がいいかなと思って。だって、僕と鮫島さん2人で話してますよ。水谷さん落ちてますよ。いいよ、いいよ、別に。いいですか？いいよ、水谷落ちて。いいよ、いいよ。いいですか？じゃあ、次枠いきますね。はい。よいしょ。じゃあ、お前、コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前、動画の内容も見ねえで、お前、バッドボタン押してんだよ、もう。